こんばんはーヨッコイソーイあちょ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 ぶつかったのかなどうどうその音切ってってなんで音するんあ、こんばんはこんばんはこんばんは,皆んこんばんはーみなさんこんばんはさて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 はい、こんばんはこんばんは アリスさんミルキさんこんばんは、てんてんさんこんばんは、チョコミンタさんこんばんは、はいエミミさんこんばんは。今日はですね、えっ、ー、とちょっと飲みながらね、ぶ、え、た、ー、さん編んでいこうかなと思ってます。こんばんはアレズジズさんエミさんおきいろあちょさん始まるよ。もこもこふあれさんこんばんは、のりちゃんまいさんこんばんは、さとうきみこさんこんばんは。うん。 前からずも飲んでまますすけどねやりますよあのね前にああどうぞどうぞ作ってくださいあの前にねあの七夕ライブリレーにあのあれ何登場させてもらった登場参加させてもらった時にあのほら豚さんしたじゃないほんなら豚さんちょっと。 あのこのステッチがし難しいって言うてね刺繍が難しいって言うてほんでんやったら玉結びも苦手やねん言う人がおったから「はいナイスビールこんばんは」でえっと今回は目はもうお家にあるような目をつけてもらうねほんであの何でもええのよほいもう玉結びができる人は玉結び今日,今日は今日も豚ですよ。<laughs> <laughs> そうほんでえっと鼻がね難しいって言うとったら鼻のぐるりが一番難しいっていうのが多かったから鼻をねこう後付けにしようと思ってこういうやつをしとったのよ。 ほいであの今日ライブやりますよー「ライブやりますよー」言うて「花後付けでねー」って言うとったらねあのコメントくれた人がね「えアニモさんやったらそれ一筆編みでできるん違いますか?」言うからねもうそっからもうぐーっと考えてほいでああのあれ編,編んで編み図がまだちょっと落ち着いてないんですけど一筆編みであのこの豚さんができるようになりました。 ということでですね、えっ、ー、と後付けの鼻でも作れるし、えっ、ー、とこの鼻の部分だけ作って一筆編みで今日は顔を編んでいきたいと思います。でもしえっ、ー、と鼻だけでいいねんっていう人はこの鼻の部分だけでやめてもらって、あと顔で待ってんねんっていう人はね顔にあの縫い付けてくれたらいいです。ね、もう頭ぐーっと悩ましてあの一筆編みでやってきましたからねポッコリ出てます。 あ、フレブルもね、フレブルそうそう、フレブルね、あの、そうなのよ。知ってんねんで、もう。一筆編みで、いろいろ、あとフレブルとか、まあ、あの。ね、えー、チワワやったり、柴犬やったり、もういろいろ考えとんねんけど、頭の脳みそがおっつかへんねん。酒飲んでばっかりか、脳みそがおっつけへんから。あの、出来次第、順番にね、ずっと出していきますね。うん。うん、うん。あんなら、編んでいきますよ。とりあえずね、もう糸なんでもいいんですけど。 一旦、あの編んでからちょっとブツブツ喋っと喋ていこうかな <laughs> 先にもうてもたえらいこっちゃからねほんで今日「なお姉さん見える前よりガスどう?」今日旦那さんにスタンド置いてもらったんやけどフレブルフレンチブルドッグフレプルチガーでフレブルフレンチブルドッグっていうワンちゃんの種類そうあの明るさどうやろうかあっ9時半までありがとうございますああんまにありがとうございますそうそうでえっと 見えるかな？見えるかな？あの、ちょっと前より明るかったり、暗かったりなんかしたら言うてくださいね。今日はちょっと新しく電気を置いてもらったんですけど、はい。ほんならえーとね。もういつも通り、これまたアクリル毛糸ね。ハッチが終わり、なんでいきますよ。今日あんまりあの薄ピンクちゃんがないから、ちょっと今日ね。濃いピンクちゃんで歩んでいきます。あのー、さんこんばんは。いつもねよう。ケランドセランでモータありがとうございます。ああさくらちゃんさんもあエクソさんもこんばんは。リレーね。お疲れ様でした。 これで、ね、あのリレーでねあのちょっとわからんかったで言う人とか面めんかったで言う人のためにね、えー、ちょっと一筆編みのブーブーちゃんを、ね、編んでいきたいと思いますよはいそうしたらえっとねまず編み方としたら足とか編んでもらった人小さいやつの足も小さいピンチの足も大きいピンチの足も一緒なんやけど、あのー、あら初めてライブ見れてんの飲みライブやから飲みライブやと思っといてよ。<laughs> あ前より明るいよかった ほんなもうこれで、今度から、この電気を置いてやっていこうかな。はい、そうしたら、まずね、あの、いつもの足と一緒なんです。足の一段目、わかりますか？まず、よいしょ、手前からくるーっと回ってね、あこんばんは、よいしょ。大きな部分編んでくれた、もう一回、大きな部分いきます。<laughs> はい、じゃあ、まず、玉結びを作って、あこんばんは。 あの、アーカイブの頃からね、わからんかった人はまた今度、えっ、ー、と、ゆっくり、スローで見てもらってもいいですよ。はい。そしたら、えー、鎖編みを3回します。1回、2回、3回。はい。鎖が3回できたら、鎖1つで立ち上がります。はい。は、え、い、ー、皆さんこんばんは。はい。そしたらこれをね、ちょっと裏返しますよ。裏向けて、ありがとうございます。 なら、根元から一つ目、二つ目の裏山を取っていきます。この二つ目は <laughs>、ね、飲みやからね。もうさっさと編んでいけるよ。二目目のところに、まずは細編みを二回入れます。これ、足の一段目と一緒。細編みをして、おー、六個もランドセル。ありがとうございます。あ、カズリン、もう飲んでる。どう？はい、じゃあ、ここにね、細編みが二つ入りました。で、次、細編みを一つ入れます。 これね、一周、えっ、ー、と、八目になるように、端々に三目三目入れてます。今から一番最後の端、裏山の端の子ですね。この子に細編みをして、で、また、ここ同じとこ入れた時は糸端もここからやっときます。ね。で、ここで、また細編み。じゃあ、同じここに、えー、 アニモさん、初めてのライブリレー参加してどうでしたか楽しかったです。めちゃくちゃ一日楽しかったです。もう次の日、モノケの殻みたいになってましたよ。はい、<laughs> また同じところ同じところに入れて、今度は、ね、糸端をこういう風に編みくるんでいきます。針の上に置いとった勝手に、ね、編みくるまれます。ここ今編んだら、この端の目に3回入ったことになります。はい、で次。 次の目ですね次ね今ここに編んだ次のところあムもみママさんこんばんはうのすけさん旦那様おんねんで実はおんねんでむっちゃ静かやろいますよおーおー小さい空やったら声が小さいわ負けてんで黙んのかい,黙のかいマイクの近く行こうかな <laughs> マイクの近く来いでええわはいなら一番最初のところにも細編みこれでね最初2回入れて1回入れてでこの端っこに3回入れて 一回入れて、一番最初と同じところに、えー、また一回入れたから全部で八目編んでることになります。ね、そうしたら旦那様こんばんは。こんばんは。んんは,はい、あんただからそこ見とってもわからんよってこっち見とかな、こっち目とかな。なでえ、あんたがこう見たらええの。それもう共有隊よ。共有隊。そういうことよ、そういうこと。はい、そうしたら一番最初。こんな中国紙。中国人ってなんやねん。中国紙。はい、一つ目の頭に引き抜き、引き抜き。 上を押さえて、グー旦那様、こんばんは言うてくれた人にこんばんは言いなさいんかいなこんばんはこんばんは言いなさいんかいなマニアさんも言うてくんん皆さん、ん旦那さんに優しすぎるやろ <laughs> <ー> <laughs> はい、お答えに返すよ、うん、間が一秒ないねん、突っ込む間がへぇ、そうかはい、そうしたらここから、えっとね今、引き抜いて 引き抜いたとこね鎖編み一つで立ち上がります今からね旦那さんが多分見てくれとるから<は>そうしたら今から頭2本じゃなくてこれ1目めのね頭2本じゃなくて向こう側の1本だけ中腰つらいいいですか <laughs> あこっちな頭2本じゃなくってよいしょこの向こう側の半目だけ向こう側の半目だけに入れて細編みですまずここ編んでねそれリングしてなかったな 分からん人はねあのもう自主的に自主的にねもう絶対にもう忘れますから自主的に一つ編んだ時にはうリングしといてください。なら次次のところも向こう側半目全部の目に向こう側半目に細編みを一つずつ編みます。へいそ,、hey, そうです<お>こんばんは。はいこんばんは。もこもこさん。もこもこさんねこんばんは言ってくれたかわいい今度またねしばもね言うた。これ次ねここの目の向こう側半目。 よいよよよ。すぐねリンゴ忘れるよね。頭二本じゃなくてね、頭一本でお願いしますよ。この頭。先バス高んで、ね、<laughs> 頭二本の向こう半目ね。これでこう。わかる？この二本じゃなくて向こう側の一本だけをえっと増やさずにね編んできたら八目あると思います。 そ、ね、そうそうもうリングなんかもう分からへんなったらつけんでええのよ分か,らんか分からん人がつけるやつやけどそれでも分からんかったらもうつけんでええのよ、ね、<laughs> ほんで一番最後そうよ立体的に編むのこれがもし立体的やえねんっていう人はさっきの一段だけ編んでもう縫い付けたらええよもう鼻のステッチだけ入れてあと縫い付けるか縫い付けた後にあのなんちゅうの顔の裏側から刺の刺繍でしてもいいね向こう側半目取るからそうです筋編みになりますで、えっと、筋編みをしていっ こうポコッとこう曲ががったところが出るからここうやってますで、このポコッと出るのが嫌な人は1段だけでもうペタッと縫い付けるねほんなら、えー、今回立体のやつやってますからねそしたら、えー、引き抜き編み今ここにあの編んだところ引き抜き編み立ち上がり最初の頭ですね最初の頭の時はねもうしっかり頭2本取ってくれて大丈夫です頭2本取って引き抜き引き抜きでその時も上を押さえてグー はい。で、これで、今ね、後付けで作ってくれたうん、後付けで作ってくれた人で、もしも顔ができてんねんっていう人。え、怠け者のウェディング風、あ、見た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 。コメントしなかったっけあ、コメントしたはずやけど。してなかったちょっと、いや、見たよ見たよ。めっちゃ可愛い。めっちゃ見た、めっちゃ見たよ。めっちゃ見たよ、言うて。で、えっと、これを、えっと、あ、そうそう、みんなアニモでピンチって書いてあったらね、見に行ってね、もうね、お友達になってね。みんないろんな人のお友達になって。 そうでこれは、えー、と,とりあえずこのまま花として使えますもしこういうので失敗したわっていう人ね花作って上に縫い付けたらええのよ。ほらこの色違いでもかわいいねこれなんやろね。YouTube ライブ画画質質がボボケケるしょてんのあのねなんか設定のところから、えー、と画質の画素数を変えるとあの見れるらしいよ綺麗にそそうそうこれ立体 これだけでいい人は、もうこの花作るだけでいい人は、ここでもこう、あの、何ちゅうの、ステッチ、玉結びトントンでもいいし、あの、キュキュとこう、線だけ、こういう線だけでもいいし、花の穴にこういうね、玉結びしてあげても OK です。もうこれで花完成。もうでもええふ <laughs> 一筆編みでいかんかい、言うてね。いくよ。で、花だけの人はもうこれですよ。ね。ちょっと一回飲むわな。旦那さん、はい。コメント読んでよ。うん。可愛い,いですね。誰のこと私かいな。 いや、お、お、いやいや、編み物のことな。うん。よし。なら、次の段からいきますけど、言うとくけど。なんと、むちゃくちゃ簡単ですよ。いいですか。かいいすね、色違いも可愛いよね。あれ、今の色違いめっちゃ可愛いと思ってんけど、花だけ真っ赤なお,お花のね。<laughs> いいですか。はい、いいですか。あ、やっぱりボケのなんでやろうな。 ちょっとまたね、あの、調べてみろわ、それ。どうしたらいいんか。旦那様、声張って。画質360に上げたら綺麗に見えるんだって。ちょっとやってみて。花、うん、フェルトもいいと思うけどね。せっかくやから一筆編みでいきましょう。ね。フェルトがいい人はフェルトでつけてくださいね。はい。そしたら、よいしょ。もう今から立体編みをしていきますよ。乾杯そこは、うん、言わない言うとんで、ほんまやな。なはい、何の話 可愛い,い。あんたもうさっきの会話忘れるの <laughs> ほんまええ加減してよ。鎖一つで立ち上がります。うん、ほんなら、この一目目のところからね、今度はまたちゃうことしますよ。今度は、まずね、頭二本じゃなくって。向こう側半目でもなくって、実は。この頭二本じゃなくて、手前の半目。手前の一本だけを取ります。この手前の半目だけ。いいですか。で、手前の半目を取って。 細編みをします。まず1回ね。わからん人はリングしますよ。おなんぼ720めっちゃ綺麗に見えんの？いやいやん指のシワまで見えへん。大丈夫。<laughs> はい。ほんなら次次はですね。手前全部この段はえっ、ー、と手前の半目に取っていきます。で、手前の半目に入れたらここの目はね。まず2個編みます。v です。ブもう1回同じところ入れて。 一ね、最初一個編んでその後 V 編みました。ずっと手前ハメですよ。じゃあ次一個です。一個いいですか？じゃあ次、うん次。なので手前を取るのにも意味があります。これを頭二本取っちゃうとこうまっすぐなるじゃない？いな手,手前一本ありがとう。手前一本になるとこうやって立ち上がるんです。九十度に。だからここの境目を作りたいから九十度こう曲げるために手前。 と <laughs> のよく見えるやろ <laughs> そう手前でまず今1編んで V 編んで 1>, 1編んでなんか今からあこんばんは,んばんは今から V ですもうねこの段は 1V で交互に編んでいきます,つつきす、ね、ありがとうございます1次のとこ V ねずっと手前半目ですよ手前半目ブ同じとこ。 一番最初に一から始まって一部一部と編んできます。で次一、えー、やね先 V 編んだから一。で次の目に V です。V。それができたら最初の頭最初の頭に針を入れて引き抜きます。頭二本に入れてね引き抜いてくれたら OK です。 でぐーあ,ご虫ありがとうございますもうねあのダンゴムシリクエストされた時泣きそうになりましたけどね編んだら編んだで可愛かったんです、ね、まだ編んでない人あの奇妙な子を編んでくださいよはいそうしたら今ねこの最初から123456789101112今12目になってたら正解ですそうですか<ょ>うんまあそっちでまあのんびり見といて、うん、今ねこんな感じですここに穴開いてね けてますかあ分解手術、分解線でも、鼻だけ作って、上からつけたらいいから、ね、分解線でも、鼻だけ後付けでも ok です。はいならえー、と一筆編みでやりたい人は、ね、これでやってくれたら ok です。どうですか、ここまで来てますか？団子虫ね、団子虫。なんか、ほんま、ほま中にあの強力マグネット入れて、パチャポーンとあのしたら、まんまるなのから。ほまた、ビヨンとこう伸ばして、ね、遊べる、というやつですよ。今、ここまで来れてますか？ ちょっと飲むわ。よし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 。ほいで、ほいでさて何が出てくるかと言いますと、この間のなほ姉さん主催の七夕ライブリレーのこのね、絵が出てきて、なんやねんと思うでしょ。今このね、一段目が終わったと思ってください。この一段目の十二目。ここが終わったと思ってください。はい。 じゃあ次の段からもうこのこれの2段目からと一緒です。これでもう耳作ったらもう顔作ったらもう終わりです。<laughs> 何にも今日やることないよこれね。うん。あ、うむちん、えー、に遅刻した大丈夫大丈夫。丈夫 <laughs> ほんまに今日やることないから。画質が、やっぱりね、設定の画質を押して、えっと720に変えたらあの結構綺麗に見えるらしい。ちょっとあのでも手もさもさやからモザイクかけとくわ。<laughs> ももうううけるもうそうなんよ今日ねほんまやったら花だけ作るわいうライブやったんやけどねそこにあのー、コメントくれた人がね「一筆書きでいけるやろうだ」であっこさんいらっしゃい。そうだからねあのもうほんならあのやりますということで一筆編みでやっとさっき考えてやったんです。大王 ダイオウグソクムシあのねまあダンゴムシアんだあとやったらまあいけると思います。で足なんかあの何ちゅうのワイヤーが入ったモールあのファサファサのやつとかつけたらかわいんちゃうかな思ってあれ編み終わった後に思ったんやけどあのね編み方自体はほとんど細編みなのよ。細編みの今やったみたいな筋編み向こうはもうこっちはもうみたいなやつやからそこは簡単やけど縁をねこうちょっとギザギザこうさせてこう一緒に塗ってくるっていうところそこさえ乗り越えたらいけると思うもう。 でもあのほらよく見てスローモーションで見たら多分編めると思うから頑張ってください。ね。割と丁寧に説明したかなどうかな <laughs> はいそしたらえっとここからほんまに全く一緒も立ち上がって VV ブイブイで3コマ編みね111編んで VVV ブイブイブイで111編んで V これもうあとずーっともう耳も終わってもうずーっと車るまで一緒それが終わったら顔つけまっせやからもう大丈夫やね。 まあ見たい人はあの前のライブリレーで見てもらったらちょっとゆっくりやったかなと思うんだけどこんばんは今もお花できちゃってるよでこういうのねあの横長のこの,のあれのほれなんちゅうのおっさん頭隠したいわとかでこ帽子なれへんうん。でおっさんほれ横長やからこういう横長のおっさんにかぶる帽子なれへんやろか。こういうのねこういうので使ってもらってもいいです。ね二、えー、段目からい,いかな今からな。 一旦飲んだからこんばんはマニアさんこんばんはうんうんえうめえなよしほんなら次ね2段目からいきますよあのねやっぱり編み,編,み編む力加減を一定にっていうところだと思うあの結構ほら緩く編んでしもたりきつく編んでしもたりっていうのがあるから、うん、あのそういう編み方をしてもらったらいいと思いますずっとねあの 基本の聞いて今度やるわね。って言うてんねんけど、まあ、ちょっと帽子でもいいよね。えっとね。あおばさんの帽子の方がいいおばさん、おばさんの帽子ね。もうでもこれは編み方せえへんかなと思いながら、このおばさんの帽子。<laughs> もうね。ちょっとまたこれはまたちょっと検討要を検討しますわね。はい、ほいでえっと。もうほな。もう何てないやんなあの。とりあえず。 えっと、鎖編み1つで立ち上がって細編みとかなんやけどもう今からはずっと頭2本ですよここに V を入れますそうしたらまず頭2本のとこに入れて糸をかけて出してきますね出してきた時のここここで編むんじゃなくここで編むんじゃなくここそれをどうするかって言ったらこれが地べたで針にかかってるこの針と平行になるように糸を引き出す。でかけてこの2本の中を抜く。 これをね常に意識するい同じとこね今から V やが同じとこ入れますね入れてかけて出すはいかけて日本の中を通るこの何ていうの針のゆとり今 V や見ましたねちょっとリングしてなかったけどよいしょ今 V1 2目あんだからねちょっと2目戻ったところにリングしときますだ次も V ですその時も入れてかけて出してきたらここの根元とね針が平行になりましたっていうまで出す。 でこのゆとりを常に覚えておくこのゆとりがもう何段目の何目目になろうと細編みの時はこのゆとり長編みになろうと針にかかってるこの力加減のゆとりを覚えといてください。ね、ほいでこれを常に意識して編んでいくことによってきれいになります。もう最初なんかね細編みの往復編みのあの、うん、何ちうのああいうコースターみたいなね編んだんとかからあのずっと同じ一定で編めるかっていう練習をひたすらやってきたらだいぶ上手になると思いますよ。な同じとこ あのねなんやろねこう何て言うのかないやほんまに力かけんやと思うこっちのテンションのかけ方糸の引っ張り方もあると思うんやけどこっちをアニモの場合割と突っ張り気味に持ってまそやけど、えっと、編み手が緩い人はねもうあのゆったりと持った状態やったとしても常にその持ち方もうなんせあの今,今ちょっと小さいとこやからグーッと持って次緩いとこやからふわっと持ってってそんなことしたか常に一定ででここでこう編むね。 で、はやなってもそう今ね今 VV あんだから次から111で3回やめますよ出してきたら1手次入れて出してきたらまた1手この高さと幅間隔を自分で覚えるこれねこういうことをしたらあ720で綺麗に見れたよかった3つの点点点から画質設定詳細設定で720あよかったよかったはいじゃあ次また VVV です もうこれね前回見てきてくれた人もねもう,もうこっから先は全く同じやからもう喋りながらうだうだ言いながらね編んでいこうかなと思うので分からん人はもう前のライブかねこれのアーカイブをスローで見てください。ですかあさっきのあのもう一回あれ出しとこうかよいしょねっ「アンドタ絶対なれるよね」のんさんなんかめっちゃ綺麗にランドセルねもうアニモが編むよりむちゃくちゃ容器編んでくれとるからね。 細編み、あそうですか細編みね飲んでますよー細編みねこの×が細編みのマーク編み図見られへんねんっていう人もね見られへんのもったいないね編み図さえ見れたら何でも編めるんやからねそやからよいしょこんな感じでえっとねあこれ花書いてんねんけどこの花もそうまず鎖編み3目でしょほいでこのこういうこの鎖と一緒斜めに折るのは立ち上がりの鎖1つでこの鎖のところに細編み1。 でここ同じとこに1次のとこに菜の花さんこんばんは1でここに3つ入りますで1つです次また1つで引き抜くこの点はね引き抜くっていう印ですで×が細編みねで20個ランドセル編んで15個を嫁に「アニモ」でさえまあ何個やろう10個ぐらいしか作ってないんちゃうかすごいわ。 で次ありがとうございますほいでまた鎖一つで立ち上がってるこれね次の段に行ってますほんならこのバツの下に線がありますねこれあよかった720できたあ皆さんこきれ綺麗に見てくださいねほいでえっとこの線があるやつは筋編みうね編みとかって言うんですけどえっと向こう側半目を取るか手前半目を取るかっていうのはえっとね指定があると思います本読んどったらあのどっか端っこにちょっと書いてあるこれはうね編みですあの 向こう側はめ編みます手前はめ編みますとかなとか書いてあると思うから、えっと、そういうのを見てあ線があるっていうのを見落とさんようにねですで兄はここまでやったら「えノンさんあきんと一生やってよ兄はもうランドセル編めへんから <laughs> あの託したよあとは」<laughs> で。ほんで、えっと、ここ今この分を編んだんですさっきね。ここもだからほんまやだこう線が入ってる状態。 鼻の上ね鼻があって鼻の周りにこの線があるこの12目分を編んだっていう感じなんやけど、まあ、一部一部いでね12目な,なんとかこうここにここまで今やってきたで今この分をやっていってますいいですかあ、よろしくです宣伝班お願いしますもうほんまねあの編んだりして何を言うた人はもう宣伝舞台に回ってくださいよお願いしますねはい ほんなら、えー、とこのまま続きをズンズコズンズコ編んでいくんですけどスクショ撮る人今どうぞどう見えるね七夕ライブももう今更やけどまたもう一回説明しとこあ説明ちゃうわ宣伝しとこまだねあのハッ,シュタグハッシュタグでインスタでね検索してきたら結構ね七夕ライブリレーでいろんな人が編んでるってやつであの結構見れるから楽しいですよあの今までのアーカイブも残ってるし面白いです。 いやーありがとう息子ちゃんの彼女さん <laughs> 宣伝班素敵でしょこれもここで本当やったらねステッチをこうやったらっていう感じやったんやけどまあ今回はねもう鼻立体のにしたけどこんな感じでやりました耳もこんな感じねこの辺をスクショしとってもらったらいいですよ今にもねあの前のライブリレーの時にやっとったえっ、ー、とねデミコさんっていうね、えー、フランスから中継されてる方やだ今ここ気づいた鎖がおらん ここに鎖があのまんだら模様モチーフ言ってねもとかわいい色でやっとったんけどもうアニマも2色で統一してあの三角ショールにしようかな思って今ねあの勉強しながらさしてもらっとるけどこれもかわいかったもうこの辺ねそうなんですよこ,こにもうプレゼント企画ねの,のんさんあのツイッターでめっちゃ活動してるから皆さん見てくださいよよいしょそうなんですよこれねこんな感じで編んでいきますよいしょ ね、あのマンダロ模様のなんかね本にのっとったやつみたいなんやけどその本欲しいな思いながらねデミコさんのね面白いよねデミコさんもねよいしょのっぺらのっぺらぼんのすけびっくりしたもうドキドとしたわねえなおねあのめっちゃ綺麗な色で編んどった糸が足りへんから糸変えたとか言いながらね上手に編んでたわねほんならえっ、ー、と今どこまでいったんブツブツ喋りながら途中で手話すからブイブイブイっとこういうのもねよーく目を見たら見えるからね こここ V この2本が足なのよハートみたいなちびハートみたいなほんならこの1つの穴に2つ入ってるねこれが V です次も1つの穴に V1 つの穴に V な今ここ VVV が編めてるなっていうところをよく見てほでこっから11ずっと力加減一緒ですよで斜めに引っ張ったら伸びるしねあのー、それからそれもまっすぐ上っていうのを意識して1 アニマルさっきも言いましたけど、増えますよ。で、えっ、ー、と、部ですね。部あ、この糸目が見やすい。よかった。はい、これで二段目が終わり。もうここからはね、えっ、ー、と、説明なしで。ブツブツ言いながら、編んでいこうかな。よいしょ。引き抜いて、もうリングもせえへんけど。あの、わからん人はね。あの、ゆっくり目で、後で見て。もうこんな感じで。どう?。ちょっと鼻、ぼっこり出とるでしょ で取るでしょほで後でね顔のステッチ一気にぐっといきます顔のステッチもステッチの時に多かもう一気にあれもこれも言うた別れになるなはいあのなんだあのほれワンピースのさあのトナカイよ誰チョッパーチョッパーと同じ色じゃないこの帽子ちゃんあほんまやほんまや <laughs> はいな,なら鎖一つで立ち上がって今さっき vv できたからこの段はね1 v になります一1で まずね、部 v を2回します。で、次。一 V、I。はい。じゃあ次から、一一一旦那様ナイス言うてくれとんで、ただちょっぱ言うただけで褒めてくれた、うん、んた、ええー、な。<laughs> あう<あ><ん>そうや。一部位そうやね。あのな、忘れとったわーい。ちょっと今日やるん忘れとった。<laughs> あの、今からね、ここ、一やりますよ。一ほんで、次に、 ブ、えー、同じとこ入れて「ひ」ねもうねあのそうブヒブヒ言うてやろう言うてね豚さんの提案してくれたんよほんでめっちゃおもろいやん言うてそれ絶対使わして言うて許可まで取っとったのに言い忘れとるっていうねもう失格や人間失格やこんなんなったらねっ1ブひねほな1ブ ひー言うてねあの豚さん時はもうブヒブヒ言いながらなんだらい,いな言うて大笑いしたのに忘れとってもうあかんわほんま最近忘れっぽいわ怖いわずっとアニモ見てないよ休憩中何も旦那さんもずっとアニモさん見てるの <laughs> 休憩中な、うん、アニモさん見んの休憩な ひ、ありがとうなの花さんめっちゃあの提案してくれてめっちゃおもろいやん言うて許可までもうて忘れとった言うてくれへんかったらもうこのまま一日終わってもっていつ言うので終わっても取ったわありがとううん旦那さんもう中腰やめて横で座って自分の携帯眺めとうわ <laughs> 中腰無理無理もう <laughs> ねえそれか豚さんブイブイ言いながらんで言ったらこの色豚さんどうかな思ったけどちょっと濃いあのもう薄ピンクが足りなさそうやったからもうこれでいきますねはいなら次は 1V1 最初に 1V1 を2回。 で 1V1 を3回やって111で最後に 1V を、えー、もう一回やる 1V んこれ 1V1V で増えてきたんか 1V1 やな今からなえほんまやなそうそう 1V できたんや今ねなか今からもうすぐ忘れてもらわねん怖いやろな次は 1V1 です鎖一つで立ち上がって1そうやろずっと増やし続けてしまいそうやでブヒ 一。ね、次また一。ぶ。ひ。で次一。はい、な、これでね、一ぶひ1、一一ぶひ、一ができたからね。ほな、次は。ええ、ぶた数えなあかんか。一。いや、ありがとうございます。エクサさん、またゆっくり見てください。二。三。 いや大きくあのクッションにするのもいいしあのさっきのマンダラモチーフのやつの真ん中にあナホネ姉さんがあのアニモデピンチのあの顔つけたらええんちゃうか言うから「おお」言うてまたそんなん言うと頭ぐーっと悩まさなあかんで言いながらね。ね大丈夫かなまたその悲しいこと言うとるなまたあの結構プビルさんあのナイーブなこと言うてんで大丈夫どうしたいきますよ。なら1次ぶい 一次また一部一部ひいや間違えとは一次またね一部ひ一これで今一部ひ一が三回来たかな三回来たねなら次は一一一なら最後 1そうよぶ、うん、よし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 ぶひで1はいなら引き抜き立ち上がり最初の足ねよーく見たらここもうねナイスブヒよナイスブヒねここが最初の足足ってほらこういうハートマークでここやったらほら一目に2つ入ってるねここがあのブヒやったとこですブヒブヒの手前の1がおるブヒの手前の1 ここの頭こここれね、ここの頭に「えー、いややねヘビ嫌いやねヘビやめてヘビ嫌いやねんヘビ嫌いやね,嫌いやねもううちの親なんかヘビがおるいたら外出えへんもんねあの車の近くにおったらもうなんぼスーパー行くの好きな人でも車乗れへんもんねもうちょっとヘビ苦手家族なんです」。はい、 そんなら、えー、次ね、一部費一部、もう終わった。あ、残念やな、今から部費言うときないわ。もう全部の目に、あの、一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 編んでいくんよ。鎖一つで立ち上がって、ずっとね。ここはもう何にも考えんで、もう休憩と一緒。ま、あね、こないしてあの、何やろな、飲みながら喋りながら、見ながら。<laughs> ね。ほうであの、コメントに目がいってなかったらもごめんなさいよ。もう一生懸命編みながら喋りながら、飲みながらしそうから、もう一回ぐらい読み忘れても、あの、許して、 それどっかで目間違えてないなんでいや知らんけど間違わとできるん、ま、うんあんた今まで私のことを間違えとって疑ってかかっとったん <laughs> 若干なえ一個ぐらい間違うやろなほななほなヘビ嫌よねヘビもヘビ嫌ねもう一回あの娘がヘビこうて家で死んでもうほんま最悪やったいやあでも白ヘビはええって言うよね家の前におったらさあの家の前におったらじゃないなんか見たらええって言うんじゃない金運幸運なんか知らんけどね 言うんじゃないこれ旦那さんひどない私のことを偉い。そうや。ほんま。ほんま。褒めとんねんで。褒めとん。よう間違わんとするよなっていう話やで。あんたここで嫁のこと褒めよったら、ちょっとおかしいんちゃう言われたまで、ほんま。いや,いや,まあないや、あれよ。あの。昨日、昨日旦那さんの実家にいっとったんやけど、旦那の、旦那さんのお母さんが。いや、この間のライブ見たで。言って。 ほんなら、あの、何ライブの時に出とった、あの子らめっちゃ可愛いやん、座った、あの、ほれ、あの、洗濯バサミのやつの座った声でて、あれ、よそさんあんだやつを言うてね。<laughs> むっちゃ見てくれとうから、あの、旦那さんいじめようと怒られるわ。<laughs> 引き抜き立ち上がり。ほんな、最初の宝に引き抜きます。はい。おかしない。よっしゃ。ほんな、これで一旦、うん、うん、と、 <laughs> 全然大丈夫やな <laughs>。でこれではいッときたら今から耳をつけていきます一段ねあ編めましたよかったですさてほんなら今から21回細編みをねずーっと頭2本を取りながら編んできますちょっとやめて「ヘビの夢でもええー、って見たでもうあでもヘビ思い出すだけでゾッとするよね今から21回細編み編む間は旦那さんが何か喋ります」。とんどガンガン見たいやって いやだからそれも何回も言うてんねんけど何回も何回も言うてんねんそれあのー、あれよちょっと検討中やからね。何回やむって21回あんたな途中で何であんたが邪魔すなのあんたコメント読んどって言うたのに <laughs> 21回は見ますようちの息子はヘビ飼ってます。ハやうちの娘も飼ってました。ーそうやーヘビ飼ったってうお前まもう大げんかいあんなもんにローハからへんなってけてヘビはでも可愛い子は可愛いけどな。 いや、他。うん、かいいあんた男やからそのいようね。いやいや、あの可愛いヘビは可愛い,い。最近の最近の蛇って読め知らない。<laughs> あの鑑賞用のおしゃんな蛇いやいやん。可愛い可愛い,い。カエルとか。いやいやん。クモとか。いやいや。いやいやしか言わしてくれへんやん。可 <laughs> 愛 <laughs> い,いやつ、おり爬虫類。ええー。ミニ店行えあの。いや行ったよ。うん、チケット交えてまで行ったよ。 可愛い,いよいしょ。今気づいてくれた。ありがとうございます。いらっしゃい。さて、ほなら今21回編めました。なんでこからにしろは9ね。9目残ってるからオッケー。こっからじゃあ耳作ります。まず1本ね。この時も手前の1本だけです。いいですか？ここの手前の1本でここで引き抜き引き抜き引き抜いたらね。もうあの軽く引き締めても引き締め。でもまオッケーですよ。 で、えっ、ー、とこのまま中長編みを編みます。針に糸をかけて同じこの1本今入れたね。引き抜いた同じ1本に入れて4本もうね、えー。中長編みをします。はいで、中長編みをしたら次針に糸をかけて次ですね。次のところの手前の半目、この手前の半目に針を入れて長編みです。かけて出してきて。 カメレオンか。カメレオン結構なんか編みぐるみ出すと人見た時ある気がすんねんけどな。あれは編み図とか YouTube になってないんかしら。またちょっと調べてみますね。誰かが雇ったらやめたって思っちゃうねんな。<laughs> はい。じゃあ次ね。えー、鎖編み11。あみふんさんおめでとう。あの試験受かったよね。今からやっと編めるね。 あのおめでとうございますみんなおめでとう言ったってみふさん一生懸命資格取得頑張りよってあの試験に合格しましたのよおめでとう何の失格？みふさん京都圏って言っとったな確かいやほんま音？京都圏はいならえっと一人ばあちゃん志村健一人ばあちゃん引き抜き引き抜きはいじゃこれで角ができましたあきっとで出てるんだってカメレオンね 蛇好きとかすごいよね四角もう四角なんかもう一生多分お目に見えることないやろうから何もなんて、ね、今頑張ってんねんって言うてたからすごいなと思ってすごいねいやそれでやっとねあの四角でもずっとできひんって言っとったから編み物が「やっとゆっくりできます」言うで今日報告くれとったからね皆さんよかった皆さんでおめでとう言えた頑張った回ありましたね。 合格発表来月やけどうんそうそう点数取れたら言うとったもんねうんうんえ人を褒めた分飲ませてもうたんよおかわりやねんヘビあヘビ年う,うんへあヘビ年ねヘビ年、ねね、お金貯めるって言うよねアナコンダの映画は好きもうヘビのことばっかりもうええで <laughs> ヘビ苦手やでまず次ね次はもう頭2本ね今から頭2本でえっ、ー、と5回細編みを編んでいきます ね、でもやっぱりヘビ好きさんおるんやね細編みを1つ編んで,でこれでね分からんくなる人は頭2本の最初の編んだ時のやつにリングしといてくださいねよいしょカワウソとか結構みんなあれやな難しい難しいよく観察せなあかん動物をよく知ってるな。はい もうだからダイオウグソクムシ言われた時とかダンゴムシさん言われた時ももう頭悩ましながら見た時ないし虫苦手やしいと思ってほいであの泣きながらあのリアルなやつを見てほいであの編んだんですけどねはい1234次5個目ねはいここはいあそうなのあんなのはなさんじゃあまたあとで。 カエルちゃんね、カエルちゃん友達の娘ちゃんが、あの、むっちゃちっちゃいアマガエルみたいな可愛い,いのを買って、今もうむっちゃでっかい子 <laughs>。ウやろ、言て。見て、言うて、あの、可愛い,いからね、見て、言うて動画見してくれんねんけど、あの、いつもドキドキしながら見てるっていうね。で残り2つで耳編みます。よいしょ。手前半目ね、耳の時は手前半目。で、引き抜き、引き抜き。まずは高さ出すために鎖編みを1つ。で、長編みを同じところに編みます。 団子虫で遊ばへんちっちゃい時はでもあの結構なんか虫触ったりとか虫に悪さをしとったわけさねあの田舎やからさやから余計にま気持ちが悪いねん何気持ちが悪いってかもう申し訳ないことしたなというね鎖2つして12その下正面から見たらこのお山この手前の1本1本このお山のところに針を入れて糸かけて引き抜き編み。 この時は根元を持って根元元かんと引き抜けへんからねよしょ引っこ抜くこれで、えー、とここの耳のね角ができますはいそしたら次は中長編みです針に糸かけて柴犬の更新ね柴犬次かな次柴犬かなとちょっと悩むとんだんけどめっちゃ難しいね色替えが <laughs> ほん<ま>に <laughs> 団子虫買ってますってどうやって買う <laughs> 次の半目手前半目によいしょはい中長編み そしたら、もうね、同じところに引き抜きです。鎖なし、もうそのまま引き抜き。はい、トイプーもね、トイプー。もううちのいとこがカットって、めっちゃ可愛くってさ。で、その子、アんでとか言って、あの周りでトイプー三匹カットした人も、トイプー、アんでって言うと。だから、よしよし、言うたっきりなんや。もうね、あ、庭にカットんだ。ダンゴムシから。ありから。<laughs> 怖いよね。虫の話とか怖いよね。ほんなら最初ね、ここ、今、ここに編んだでしょ。 ならここののちちちびっちゃいがが引き抜き抜立ち上がり足がある足からこう上にかかってる屋根みたいなねこれが、えっと、頭になりますだからこの足2本を見た右上これが最初の頭まずここに入れて引き抜き引き抜きで上を押さえてグーはいしょちょっとやめて子どものスモークのズボンからダンゴムシ出てきたらむちゃくちゃ怖い。<laughs> <め> 庭におるやつってトカゲじゃなくてヤモリじゃない。うちヤモリはおるのよ。ヤモリはまだちょっとなんかちっちゃいし、家守るって言うから可か愛い,いと思い込むようにしてるね。これで耳がついて次の段でね。また耳の裏を取ってね。あのこの2本のとこに中長編みするとこね。やっていくから今からまたね。21回細編みを編むからね。数数えながらやっていきますね。鎖編み一つで立ち上がって、まず根元根元の特技に細編みをしたら。 これね、耳の後ろをずっと編んできた、わからんくなる人やったら、もう最初のとこにも、これリングしといてくださいね。はい。ね、今一回編んで。いや、やっぱりね、や、やもりさんおるんやね。二十一回、今からあと二十回編んで、最初の一個と合わせて、二十一回編むから。えー、旦那さんがしゃべります。はい、お願いします。ダンゴムシ、ドッグフード食べるって聞きました。ダンゴムシ、ゴキブリにしか見えない。 <laughs> 団子餅の話しかないんか <laughs>、うん、カメ飼ってます。あうちもカメおったな。おったな、うん。カブトムシゴキブリに似てますね。ゴキブリでしかないな。うん、子供のスモークは要注意。いやいや。<laughs> 男の子やからよけやろな、うん。旦那さんも編みましょう。旦那さんは編ません。絶対そんなん編まれへんわ、俺。 <laughs> マイクどマイクどうぞはい始めよう旦那さんどうぞトカゲの綺麗な尻尾のトカゲ見ましたあイグアナなんかちょっと可愛いなと思った時あったな、うん、商店街で見てんな一回、うん、カナチョロって何知らんカナチョロって何どんなカナブンのことちゃうやろ多分。<laughs> いや私がおってめるやろかそんなん旦那さんにやったらスパルタやから足叩きながらもうほんまあの、うん、手噛みながらするよそんなあ,あのはいマイク入った今なんかはいどうもから始めるかねででは歌を言うとうでこれう歌歌う歌をまたあのアニモがトイレ行った間にちょっと歌うわなんてやねはい、うん、今二十一回編んでじゃあ次中長編が針に糸かけて耳を前に倒します。 じゃあここに不自然にあるこの二本ですねわかるかなこの二本中長編みを一回,1回,回カナチョロってなんなん中長編みを一回またはいどうもはい、はい、中長編みを一回それができたらまたこのねリングしてるとこに前から針をぐっと持ってきてでこのリングのところにねここから五回普通に頭二本を取りながら編んでいきます ここねちょっとこの時はねゴイ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 やってこう引き締めて引き締めて引き締めこっち側のねところの糸を押さえてキュッキュッキュッってやるとこの子が寄ってきて結構引き締まるから引き締めた状態で細編みはいどうもはいどうもの言い方がおかしいかなちゃらはかな蛇あやかな蛇はな何それいや分かんないかなちょろの答えが出ていけないかなちょろ誰か教えて 細編みを今えっと5回頭ま2本取りながら編んできました。今また耳を前に倒してね、この残ってるここにある1本1本のとこに中長編みです。さんええ、えんんか、かなかなかな蛇、かな蛇やってやっぱり。えー、こんばんは。よいしょ。こ,こに中長編み、次中長編み。はい。 この中長編みが2つできたら最初のとこねこの引き抜き編み立ち上がりが次ここねここによいしょリングを入れリングちゃんは針を入れてリング外して引き抜き引き抜き上を押さえてくキラキラのトカゲはいこれでだいぶね顔が立体化になってきましたよトカゲみたいな小さいやつそしたらここからはあと顔をまた縮めていくだけですよいしょ 縮めてていいくのはねもう編みずにしてないんですえー、と増やしてきたの反対バージョン 1V 最後ね 1V11V1 で 1111V13 回 1111V1 で、えー、増やしてきたから今度はね1弦1減らすから弦ね1弦11弦1を、えー、1回2回やってで1111弦 1, 1, 1を3回やって111最後に1弦1をします。 離さってきましたでしょう。うはい。ほんならカナヘビくんがみんなよう知ってるな。あれしか知らんわ絵本なんかほれハラペコアオムシ。あれアオムシやな。もう虫違いやな。<laughs> 全然違うな。<laughs> そうやね。虫苦手ないとないややな。もうアニもちょっと虫苦手だわ。はい。立体的なお花ね。動物系は大好きなんやけどね。 はい、そしたら、えー、と鎖一つで立ち上がってまず一弦一いきますまず一つ目の子に一わからない人は今リングねで次次のとこに針を入れて糸をかけて出してくる細編みの途中までこの状態で次次のところに入れて糸をかけて出してくる長文た長文ちょっと長文は無理やわこの今の状態で長文はちょっと無理やわ <laughs> でかけてこのまた今度読みますね。そこに だ今度ちょっと読むほんなら、えっ、ー、とかけて、三本の中を一気に取り抜けます。これが減らし目です。ですか今説明多分聞いとっての人もおるやろから、長文また今度の読ませてもらいますね。はい、なら、えっ、ー、と、次。次のところの頭二本に細編みが一つです。これで、一、弦、一。いいですか?。じゃあ、次。次のところに。一。ああ、無理無理無理。あの、あの、こういう系無理よね。 <laughs> 次ゲ「ゲーで出してきたら次のとこに入れてうんで減らすかけて3本の中を一気に抜きますそしたらこれでまた次のところに「1」いいですかはいそしたらえー、と「111」1 1を見ますねいいですか「11」1 1> 1千,と神隠し千と千尋の神隠しの豚さん知らんなどんな豚さんやろうかその顔に近づけようかなちょっと調べてあれ生々しい豚は無理やわほんならお父さんとお母さんが豚に変えられるやつ 1> 1あそうなんいや知らんねん<れ>分からへんねほな次一元一でいきますね一元<ン>千と千尋類ーやだ一 <laughs> 一ーん昨日なんかなあんたんとこ行ってなあの旦那さんの実家行ったらもうお父さんもお母さんもよう褒めてくれるねんすごいすごい言うてうちの親以上に褒めてくれる <laughs> ありがとうございます言うて帰ってきて気分よう帰ってきたからね今日もライブしようか言うて、うん。<laughs> はいあんなら一ゲー一三回やります。うろけさんハチ公大好きです。ええそうなんでもそういう人もおるよね。陸亀、うん、好みが。あ陸亀は全然いけるいかいい全然いける可愛い,いかわい可愛い。陸ああとでねオッケーオッケーはいよいよいよはいはい、はい。はい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 どうぞ。少々ちょっと待ってあげてね、うん、今スクショはねこうするわこうした方がほら一枚もんで取れるんじゃない一枚もんで取りたい人おる？これこうしたら一枚もんで取れへんのかなどっか溢れてる文字溢れとって言っていける？もうちょっと上げたたろうか。 どなんやろどなんやろこここここここれで今スクショお父さんビールはあるよちょっとスクショタイムの飲みタイムうやからねよいしょよいしょ <laughs> どうこれで一万円まで入ってる切れてたら言って <laughs> そうやろめっちゃ褒めてくれるね昨日お父さんご飯ごちそうしてくれてんなごちそうさん言って帰ってきたわ <laughs> <laughs> 取れたあ。良かった。はみ出てない。蛇飼いたいけど、餌かな。餌な。そっか、家におった。娘がこう取ったやつは何あの？コモン卵蛇か？なんかうずらの卵を丸飲みして食べるんは卵だけっていうやつ。うん,う,んうん。うん、ありがとね。オッケーですか？はい、そしたらまたね。あのー、ちょっと文章でわからんかったらまた動画見ながらやってくださいね。はい、花もね。もうこの立体で後付けのやつでもオッケーです。このやつに後付けでしてもいいです。 今日のやつね、雨図書いてないけど、わかるよね。わかるよね。わからんかった動画見もって、もね、あの、もしかした、ここのところの。外に、ちょっと今一瞬で書くわ。ちょっと待ってよ。えっ、ー、とな、ボーリーペン、お父さんボーリーペン。どこ。ボーリーペン。いや、ボーリーペンある。ね。あ,あるんかい。うん、あるのよ。えっとね、ここにちょっと狭苦しいけど、書くけど。えっとね、もし一筆編みじゃない人や、あ、一筆編みの人か。はここに出てきて、まずここに。えー、こう。 こう、いっぱい、こう、ね、こう、全然説明できてない。カナヘビのためにエサヤノコロギも育ててますよ。V に光線で、ここはまっすぐの細編み、でここに V で下に線、ボーーでボリペンな、そう、でこう、ちょっとちっちゃくなるけど、でここは普通のバツここは V。 こうなるね。ちょっとわかる。もしあれやったら、また長文来た。ちょっと長文は後でまた読みますね。<laughs> 今読む人は見てください。ごめんなさい。ありがとうね、プビルさん。ちょっと長文はちょっと読めないから、後でまた読ませてもらいます。それで、えっと、こんな感じ。ね。花をまず1段目、2段目を編む。それができたら、えー、次の時にね。まずここの段の時は、えっ、ー、と、向こう側半目。 を拾って、その次の段の時は手前半目を拾って編みます。ここだけちょっと間違えへんように。で、ここで一、二、三、ここ V やからね、二、三、四、あちょっと待って、後で指抜けるわな。五六、今指やっとたんめっちゃ邪魔やろ。<laughs> 悪いの。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二。これで十二目になるやんか。ね、はい、今どうぞ。カシャンコ、カシャンコ。 いいよいいねいいよよよその顔いいいいいいいはカカカシシシャャャねいいね,いいねちょっと右向いてカシャッはい左向いてカシャッいいよいいよカシャッあもうええってないい、ね、動かしたんな言うてねこんな感じ <laughs> こんな感じですはいこれができたらえっ、ー、とこれでね今そうあ動画残るよ残るよこれでえっ、ー、と今12目になった状態そしたらここのねこのここも12目なんです これの次から同じように頭2本を取って編んでいってもらう。ね。そんな感じにしてもらったら、えー、今までと同じような豚さんができます。ね。耳とかもここにあるからね。耳とかもアップにしとかないと、まあ画像アップにしたらわかると思うんですけどね。こんばんは。あ、ちょっとみさんこんばんは。もう酔ってますせ。飲んでますせ。ほいでまた飲むよ。オーケー？ね。お顔もこれアップにしたら見えるで、あの、ほんまにね、こう、ここの、鼻の穴をこことここで取ると、 ほんまやったらここ一番最初5目あ間に合ったねありがとう12345目あってこっち寄りにしか花をつけられなかったのよステッチとしてはそれかいやまあ花の穴花の穴でセンターにさ花が大きいなってまね横にベベちゃ長くなってまうから、えー、さっきみたいな花を作って中心から作ってくるこういう感じにした方がまあ花も小さいし、えー、バランスちゃうかとは思います。ね、こんな感じですよはい そうなら、まあ、ステッチがこれでできひん人やったら顔のねもう平たく顔平たい顔族で作った場合やったらあの立体の花1段か2段作ってほ縫い付けてあげるその縫い付ける時はこのセンターに縫い付けてあげたらね可愛くできると思います。今日のおつまみはなあの豚の軟骨タイタンとなあのー、昨日なお父さんが連れて行ってくれたご飯屋さんでなアプリ取ったらパンくれてんほんでそのパンにはなまたからしつけてあの角に挟んで食べたいんや。 こいで、その後、おばあちゃんが何か持ってきたな、うちの母ちゃん何んか持ってきたで。なすびタイタン持ってきとったわ、なすびタイタンね。ほいと、コーロッケー持ってきとったで、コロッケカボチャコーロッケー持ってきとったけどな。さあまだ食べてないか、終わってから食べろ、顔もてんで。ほい。ほなこんな感じでいけますかね。ね。もし、あの他に取りたいのあるこれは体やな。この辺は体なんやけど、あ、尻尾も前書いてなかったな。尻尾はね、えー、と、 123むっちゃ斜めに書くやんなちょっと待ってよここに VV んで引き抜きちょっと待ってよちょっと待ってよ今何も見れてへんでこうやから12345鎖米スタートこれ尻尾ねかぼちゃコロッケねなんかようしてくるんですけどんそんなに好きかというぐらい結構頻繁に来ますよ <laughs> 鎖米スタート 何もさんのお母さんお料理上手やねああまあ手早いね、うん、まあ大体うちはもうそれで生きてるもんね <laughs> 食料うう食料なんになることはない、うん、もう毎日必ず何か食料が届くからね尻尾は鎖編みをまずね12345目しますほんで鎖のとこのえっとね1目目2目目飛ばした3つ目の裏山に引き抜きますほんでその次のとこの目に、えー、V その次の裏山にも V。これでもうあと鎖一つでもして終わればいい。ここに鎖一つで終わったらいい。最後ね。これで 親はありがたいですね。ほんまね長生きするようにずっと祈ってますね。もうほんま親おれへんと私生きていかれへんわね,ね。ここでえー、としっと尻尾ねこうこうこういう感じでこう糸が残るからこれでね本体にえっ、ー、とポテチよりそちらを食べましょう。ああそれな。思っとも。うん。いやなんさいつも上手にご飯しとるよね。ツイッターでめっちゃ上手にしとんなと思ってよだれ垂らして見てるよ。へえ<ー>。そうなのよ。おいでえっ、ー、とこれでこう尻尾は縫い付けるね。 でああのまあ、あの和がい,い人は和にほんならあとここここはこれビッグちゃんのやつやけどビッグちゃんのやつはこんな感じ最初4目で立ち上がってあと2段編む足の間ね。でえー、とこの足ここのねプラスアルファって書いてあるのこの間言うたかなと思うんやけど透けんのが嫌な人はここで段数を増やしてください。ここ6段にして まあこれはあんまり透けへんねんけどもしここですけんもうちょっと増やしたいわっていう人は7段とか8段とかにしてくださいねほいでえっ、ー、とここからこの股間のところとあと体の部分の、えー、と4段を色変えてもらったらこのおパンツになりますでおパンツから、えー、3段目123段目のところに尻尾つけてますこんな感じ いでえー、上半身はこんな感じなんやけど、まあ、どっかからね色変えてもらったら T シャツとかにもなるしこの辺好きなようにしてもらってこの辺が多分ね透けるって言うとう人がおるの多分この辺の言葉を言うてるんやと思う突っ張ってこう透けるグーッとやったらほら洗濯ばさみ見えるじゃないこれを言ってるんやと思うねんけどあのー、ほれ何て言うの力加減とかがグーッときつかったらやっぱりそれは目がほら縮こまるからグーッと無理にはかせたらグーッと広がっこう見えますわな。で多分こここれを言うと、ね、やったらのここのねあのプラスアルファの時 増やし目がないところのここ十六段じゃなくて十八段アムアとかでちょっとここの目をちょっとね増やしてあげて洗濯ばさみつけないようにしてあげてくださいこれがビッグちゃんですこれ買いっいに見えますね <laughs> かわいいよねそうメイカのママさんはいカオスケさんこんばんはこんばんはありがとうございますこんな感じねこんな感じでねおパンツ く作ってあげても可愛い女の子やからね。せめてあとここにこうやったらビキニになったのにな、うん。まあこの辺もね、またあ,のあれやったら三角で編んで、ちょっと後で紐でつけてあげてもエントちゃいますか。好きなように遊べるからね。好きなようにやってくださいよ。はい、じゃあこれがね体になります。ほな顔仕上げていこうかな。ヒョップヒョップよし。ちょっと飲もうかな。 アスケさんもこんばんは。スクショしたいどこもスクショしたい。あ、一枚もんでだそうか。一枚もんでさっきそうか。どっちどっちどっちをあああこさんかなこここっちかなこれかなこれこれねもうこの下関内のよあのライブリレーの時のほんでここもごめんなあの <laughs> ほんでここもごめんなやねんけど<笑><笑>もうまあ、あのこの辺ほらもしあれ上ったらほら田端モ,モッピーの一人ごと置いてねモッピーさんの面白が見てきたらいいよねこの辺でこうこうやって撮ってください。 ビールは何が次ですか毎度言うてますけど朝日です朝日スーパードライここですまえっ、ー、とどこを撮りたいんかなここでんかな毎度毎度言うてますよもう毎度もう朝日のスーパードライから CM クロん待つぐらい言うてますけどね <laughs> CM いらんやろえあの現物届けてほしいやろそ<し>うん、し,しや CM 出たらもうそんなもんあんた、うん、年中無休でビール飲んでもええんちゃうかあ OK いけたはい まあ、アーカイブ見てもらったらまたちょっとゆっくりと出てると思います、えー、よしなやろうかえーとねここからうん朝ス,スーパードライねはいなら今と、今どこまでいったのこのちょーっと半端なとこまでいっとるわ、えー、一元一までいったとこやな111で一,一,一で一ム一やね一1 一編み図なんかほんまに何回も編んでほどいて編んでほどいてするよで一朝日さん案件,案件待ってますほんまに待ってまーすゲビール案件ビール案件ゲで一あれかなずっと画面の端っこにチロッと出しとった朝日さんそのうち声かけそんな朝日さんも忙しいのよ <laughs> <laughs> 最初の目にね引き抜きます上を押さえてグーです あそれだからさっきも言った難しいからダメねって言ったよ結構ねあの言ったことをリピートしてくれんねんけどプールさんあのさっきもあのちょっと難しいねこれ難しいさっきも言ったライブリレーの最後で朝やね朝日朝日は大体ねもうょっと言うてんねんつい誰かの見てまねするいいよそれでもできたらいいじゃないえ、うん 今日もねあのちょっとあの子は難しいから普通のステッチで我慢してあのやりたい人はね自分でやってくださいね頼みますよいやだからリアル豚無理よってね聞いてリアル豚無理ですよってねオッケーなねちょっと声が小さかったらもう一回大きい声で言うけどええか、うん、<laughs> リアル豚無理ですはいほんならえっ、ー、とねもうここからほな刺繍していこうかなどこでいつ刺繍してもらってもいいんですけどこれに何色合うやろ焦げ茶色あるけどな焦げ茶色どうやろなちょっといいと思ってくるわ どうさた呼んでよ、コメント。うん。リアルの豚めっちさん、うん、リアルの豚しませんよ。聞いて、リアルな豚しませんよ。<laughs> <laughs> え、焦げ茶でもええか。焦げ茶でもええかい,いの。濃いか。濃いな。ちょっと濃いな。焦げ茶濃いぞ。ちょっと待ってよ。何色が可愛いやろな。オーレンズイは。オーレンズイ。オーレンズイあかんか。 ビール以外も飲むビール以外さ飲むよ。何でも飲むよ。まあ、飲むよ。で大体あのチャンポしてよおうてけわからへんなって思、ね、うん。<laughs> だから平均もう大体朝日スーパードライやな。ガーさん、私も飲もう乾杯。うん,うんうん。よいしょ。んなら、えー、と何色で買うの刺しゅうしようかな。おすすめ何色あっ、コーンでやってもかわいいかもな。コーンどないコン、コーン、黒系 黒毛はみな見えへんかこの行こうかネイビー、うん、ネイビーちょっとわけあってジップロックに入ってめっちゃ我が家にねちょっとお嫁さんベージュはベージュ行くベージュ行こうかあ、俺もハイボールオッケーほなベージュにしよう。ミルキーさんカクテルベージュちゃんは鼻の穴はデカめにしますそうい豊かってそうい豊かってあれよアニモさんの作る顔が好きなんですよ ありがとうございますやねけどベージュがなベージュが今お近くにいらっしゃらないなお近くにいらっしゃらないなあのあのあれどこ行ったかなちょっと待ってよ家の中毛イまみれやからあっち向いてもこうやってこのぐらいの色味やったらちょっといけるんじゃんベージュじゃないけどちょっと茶色これあの今日今日ねちょっとあれで。 ツイッターでお話しした人おったんやけど、これセリアさんのこのベーシックツイードが好きなのよ。白でも可愛いかも、ね。白でも可愛い、ちょっと待てよ、白は見たどう?。さっき見たどう?うん。ああ、白もありかもな。白ありか、うまか。うん、白で今日な、なんかあんだから、チョコたんにゃ、白な。今日はあんで、絶対私の手元に今日はあってん、ちゃうちゃうちゃこの白あんだはずやもん、絶対あんねん。うん、身近にある。絶対ある。よいしょ。痛いた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 。お菓子あんた。あ、せ、さっき食べよったミルキーや。 何の袋のとかのって白だい白だあ。あれ食べたん？何を<よ>？あのアルフォートの新しいやつ。あれあんたの実家に置いてきたやんか昨日。えー、<laughs> あげろよって置いてきたやんか。まじ<ジ>はい。なんか塩バニラのアルフォート見つけておいしそうやなって言って実家で食べようって言って持っていたのに置いてきたのよ。だって食べへんかったもん。白どう？白がいいかベージュがいい？ベージュか茶色がいいか？ あ、見やすい色にしようか、みんな。みんなが見やすい色やった、白の方が見やすい。と、ぴ、パリッとするな。白い子か。グレーか。グレーもあるぞ。えーと。白見やすいで。白見やすい。な、もう白,白で目線で。白でか。う白でいくで。うん、<laughs> な、まあ、白。あええー、の、勝手に。いや、知らんね。いや、知らんね。 よし。ええい、ー、うた、ええいうた、いいいうた。<laughs> <laughs> ええいうた、いいいうた。白 <laughs> いうた。どないそんねん、どないそんねん、どないそんね。まあええいうて、かかいいいうて、白あかんか。ええいうた人おったで。ちょっとな、ちょっとな、どうやろうか。うわ、私に任せたら怖いやないの？怖いやないの？グレー見てみろ。ちょっとグレーも気になるけど。

私あんたの言うこと聞くん一番嫌やねんけど。えみえみさんが言うと。あ、ほな宇之助さんも白言うとか。話白、うん、し,します。よかった、白にし思いよったんよ。うん、よかったわ。こ、うん、が白押したからやな。<laughs> いやいやもう皆さんがね、白わかりやすい、自由でくれるからね。うん、ら白よく見えますか。は白い,いきましょうか。まず本ならば。どこから始めてもらってもオッケーです。ほいで目も。 えっとえっと普通のこの顔です今日はこの顔ですえっとあれえっともう言うこと忘れたやんか何やった <laughs> えっと <laughs> そんなやつおるうんあのねあの作る豚さんはこれなんですあ目よ目目目目がえっとこれが難しいっていう人がおいのよ田中結びちゃんが田中結田中結びちゃんちゃんは何やったこれ田 <laughs> 中結びちゃん田中結び佐藤結びとか出てくる <laughs> 玉結びちゃんが難しいっていう人がおるから、えー、目をねあれなんよ白見やすくていけるな玉結びが無理な人はちょっと待って取ってくるわ自分で取ってくるわ旦那さんに行け言うたわけの分からんも持ってくるから取ってくるからちょっと旦那さんがなんか歌うわ田中結び、うん、<laughs> 自分でびっくりしたわあれなちょっと旦那さんが歌うわはいはい。 あ、もうえは歌、あったから、はいはいはい、あったよ。これね、ダイソーさん、ダイソーさんのやつのね。よいしょ、田中結びね。めちゃくちゃやで。ほんま、めちゃくちゃ。あの、プピルさん、いいですか。顔、これですよ、今日ね。あの、作りたいやつがあったら、自分でお願いしますよ。これね、お答えしとかのまた、あれやから、いい、ちょっと答えときますけど、どうですか。オッケーですか。ンコさんマイクきた。マイクきた。はい、行け。<た>豚歌ってないね。 歌あ歌っていう,うたんあんた豚っていうんかな顔が難しかったあやっぱりねほんならこ,のこれやったらもうお花は絶対いけますねほんで目がもし無理な人やったらねこれバランスに持ってえっとねこれでねまた説明したかったのがよいしょえー、っとこれ顔のねこのステッチのやつ横背のせい。横向いとうか大丈夫か これやったら、鼻の一段下に口して、鼻の一段上に目をしたじゃないあの、うんと、ポピルさん、いいですかお顔はこれにします。いいですか <laughs> ちょっとこれにしますね。ごめんなさいね。えで、えっと、鼻の一段、二段上にします。口も鼻の一段、二段下。 であの多分同じぐらいのバランスになるんやと思うんです前のことねちょっとちょっと離れてるけど間近くにすると口がほんまにこの下であんまり見えへんし目もちょっと寄りすぎやからまああの好きなようにしてくださいよほんまにねあのわからんっていう人に全く同じ人にいてようやったらあのこんな感じで今回仕上げていきたいと思います目は玉結びぐらいのちっちゃいのでも可わいんやけどね玉結びしようかどっちがえ。い チンアナ、チンスッポって間違えるし、玉結びを、玉結びって間違えるし。めちゃくちゃええな。めちゃくちゃえな。検察やべ。めちゃくちゃええな。ミュウーさん突っ込んできた。めちゃくちゃええな。怖いよね、怖いよね。まあ。ちょっと、この目、なんか、あんまりつやつやしくないのよな。まあ、でも、こんな感じの目、あけど。アニモさんごが、ここで作られて。白でいく?。白の玉結びでいこうか?。 ちょっと一旦目は後で保留して、もしかね、目を使いたい人やったら、えっと、セリアさんとか、キャン、あ、ちょ、ちょ、うっそぷダイソーさんとか、えっと、何キャンドゥーさんにやったらこんな感じの8ミリとか6ミリとかの目。えっと、ダイソーさんは8ミリで、キャンドゥーさんが6ミリ、8ミリが打っとったと思います。ね。その辺参考にしてもらって、やってくださいね。さーて、ちょっと飲むわ。だいぶ喋りすぎて、ステッチまでまた行かれ。ね。ほでも早せなも。もうほら、みんなももう。 あれや疲れてくるやろが言うと <laughs>、うん、さてほんならいきますよ。えっ、ー、とねほんならねまず口からいこうか。ウ <laughs> そプー。やめてお気持ちある。ねえ。こわーい。よいしょ。ほんならえっ、ー、とまずはねこの口ね。 ちょっとこいつ邪魔やな。邪魔のスケ。ヨップス、ヨップス。ならまず鼻がここポッコリなおりますわな。ポッコリなの一段下のその下でちょうどねこのここら辺に出てきます。ありがとう飲むわ。この鼻さんのねちょっと下ぐらいこの鼻さんの下ぐらいのとこから来るわね。どこからでもえしどんな好きなんで絵のよ。よいしょ。ほいでこの時裏にね。 あとで、はぁもとん聞こえたほんま。やだわ、こんな人と。もう、バカバカね。で、ここに置いといて、あとでくくるようにね、ちょっと置いといてくださいまし。おいで、だいたいね、このぷーっと来たとこの、ちょっと右上がり。ぷーっと来たとこの、ちょっと右上がり。ここにしたろうかと思います。ほんなら、ここね、気持ち悪い。気持ち悪いじゃあ変態が最高の褒め言葉やね、うちではね。はい、ついーきまーす。こんな感じ。 OK。おう、いらっしゃーい、めっちゃん。いらっしゃーい。ほんなら、ここから、またね、この一段、ここの一段上の、ちょっとこの斜め上ぐらい。いや、起きたトントコトンと押して寝かしてきて、はよ。トントコトンと押して寝かしてきてよ。はい、ここね。はい。ここから、ラブラブなわけあるまい。ラブラブなわけあるまい。ここからね、斜め下。こう、斜め下ぐらい。ほいでね、この針ね、一旦ね、 旦那さん一旦顔だけでも挑戦してるむちゃくちゃな顔<が>むちゃくちゃなんで私 <laughs> <laughs> あそうやねんなあのツイッターで教えてくれたやつめっちゃ良さそうやってんけどめっちゃ入っとんだけどみんなさんがあれやない用意できるかなと思いながらちょっと悩、ね、みながらまたちょっと一回ねあの機会があったら買ってみようでもあれ絶対欲しいな一回買ってみようかなあのアマゾンさんでめっちゃあの目とか鼻がたくさん入ったやつあるよって教えてもらって結構安かった千1,000円もしてないぐらいでめちゃくちゃ入っとった。 あれ？欲しいなと思ってね。よいしょまずここでね。わかる。一旦まあここあほな。もう張出すのやめよう。こっからこっからちょっと裏に行きますわね。すすすすすす。ね、このままでもええんやけど、この子がね。あっち行ったら2。こっち行ったらぶーなるからこれを止めときたいからこの糸が終わった。こここの裏側から出てきます。一旦針ね。うん、出てきたね。 ほんなら、また同じとこに、この糸を渡った向こうから同じとこの穴に戻ります。ほいでこの子を押さえつける感じね。お前はここから絶対動くないよーいうやつです。ねこれで口ができた。白子穴へ大丈夫ほんだら、鼻の穴行きますわね。鼻の穴は、中心ここ3個穴があるから、この3個のとこで端々に玉結びでも OK。 玉結びでもオッケーやし、玉結び苦手いう人がおったからね。ここで考え出した技がね、このここ上にね、一本二本三本あるね。一本二本三本の一番左のところまずね。よいしょ。あ、プライムセールどうなんやろう。うアマゾンプライムのセールあるよね。ここね、まあだいたいこの辺から出て、ここでこのね、下のね、一本二本三本の一番左のところのどこでもいいか、ここに裏。西川さんこんばんは。 でこれをこうやりますね。で鼻は1本でもいいし2本でもいいしあの好きなだけ通ってくださいでこの1,2,3の一番右側右側のところねよいしょよいしょの下から出てで今度下の1,2,3の一番右側のところから裏に行きますもうどこやって何してもいいからねもう好きにしてくださいよホップステップ こんな感じ鼻の穴が2本欲しい人は2本やってもオッケー。どうちょっと太するどうなんお父さんどういや見やすいと思うでや見やすい見やすいない聞いてないね細いか太くさほうがいいか聞いてんねん誰が見やすいか見やすくないか聞いてんね <laughs> 今なんて何を聞いてこないいうことを答えんの <laughs> 太いか細いは見やすいやろイコール 見やすいか言うたってこれが今細いバージョンやのにふとするかせえへんかいう話しとんのに、ね、見やすいか見にくいか言われたかって,てそれをふとするの、うんんなもっと見やすくなるでえっとどうしたらいおいあ裏はね見,見にくいから、えっと、このまま見,あの見えないからねもう好きなようにこうやって通ってもらったら大丈夫ですお父さんが太くって言っとるから「えいいな単身赴任中の旦那さんから電話出たらええわ出たらええわ」 出たらええわ。出たらええわ <laughs> <laughs> あ、OK。あと一本ずつオッケー。あと一本ずつ行くわ。あきらっちゃうさん、あと一本ずつ言うてくれたから。うん、あんたが役立てへんから見てみ。多いでしょう。まね、また同じように、同じとこを通ったらオッケー。おいよー。喧嘩します。そ言うてから喧嘩せなあかんからね。ね。喧嘩します。そ言うて、あ、あんまり、あんまり、あんまり変わらへんかった。<laughs> はい、失礼します。どっち失礼します。入ってきたんか出ていくんか、どっちの失礼します。やったんかな。よいしょ。パン子さん。うん。あの、電話やな、旦那さんの電話やな。うん、うん、うん、うん。そうなんですよ。鼻が立体ブーナとるんです。どうでしょうね。はい。ほんなら次は、えっ、ー、と、一旦目悩むから。あ、パン子さん、はい。ほんならね、旦那さんにね、愛してるって伝えるのよ。ちゃんとね。分かってるね。はい。あ、ならまた見てね。はいし。し ほなら眉毛はねえー、っとね目からせなわからんか眉毛はねわかるかこのね耳のつこところの1個手前1個手前のこことこの真ん中開けたこことここでつけたいのねちょっと一旦つけてみるわ大体いいバランス的にね1個飛ばした次こここんな感じホップ。 反対側もちょっと行くね。これが目に見えたら気持ち悪い豚やな <laughs>。い<行>くよ <laughs>。反対側も、ここ。この耳の一個下のここから出てきて、あとこの辺の糸をね、絡ませんように気をつけてよ。ほんならまた一個飛ばしたここ。ここね。パンゴさんまたね。もパンゴさんイチャイチャタイムや。変態。やら、I love you. キラッチャさん愛してる。Me too。ね。こんな感じで。 今から名をね、白でつけるか、大体いいこういうのってね、こないしてこう、言うわけねえだろ。ねえ、こういう感じで、言うわけねえだろ。言うわけねえだろ。言われることあっても言うことねえだろ。ね。じゃなん言われることあっても言うことないわな。え、どういうことそれ けんかなるけんかなる。ね。こういうね、白い目にするか、白い目ちょっとドクロッチーみたいな、などないこれ。ドクロッチーみたいな、ちょっと黒い目合わせてみるわな。こうやって、あの、好きなように合わせてもらったら、えんドが出す。えー、一段二段のこの辺やな。ま、怖いに、怖いに、わいに、なんか何、何語かあったな、そんなんなんな。 <laughs> 席外したのに穴の穴できたったん怖いやんかおおいにおおいにやとけなんかあったなえ、eh, 旦那さんに、ah, 愛してるって言ってほしいねんて、oh, あんたが代わりに言うたり、oh, ほら愛してる言うておおいに何の話なんおおいにって中国語いや中国語っぽいけどそれほんまの言葉知らんで今プっと天から降りてきた言葉やねやそう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 中国語や中国語で愛してるおおいに ほんたぶんな、そんな感じ。あんた誰れ、中国人とつけとったん。<laughs> いや。<laughs> 教えてもらったことがある。誰によ、誰に言う言うて、誰に教えてもらったやん。だそこんとこ疑問やわ。<laughs> バイトで聞った中国の男の子。バイトで聞った中国の,女の男の子が、どの子におわいに言う言うたんや。うん、女ったらしやったんやその男の子が。おう,おう。なんて言うのって教えてもらった。おで言うて、それはおいに、おい誰に言うよいや俺は言わんい。 怖怖いわあんた怖いわわあん教えてもうたちょっと目怖いなこれ目ちょっとこの色にこの色のちょっと目もちょっと怖いなちょっと怖いのどなしてこましたろうな目黒か白かなんか他かにおもろい <laughs> 目あったかないやせえけどあっそうかあれがあるわちょっと待ってよなんかあきらちょうさんハングルで何か書いたんでなんやそれ4444は4んはおあいに おおわいに、うんうん、じゃあじゃじゃそれ韓国語やなほんなら、じゃあじゃあじゃ韓国語じゃない、中国語、ま？うん、おおわいに、うん、おなか痛い言うとね、うん、さとささん、おおなか痛い言うと、うん日本語、うほんま？うん、おわいにとじゃん、おなか痛いじゃん。 ほんまなんほんまなんおーとンほんまかいな。だいたいな、旦那さんの言うことな、あの、あかんねんで、白目で作ろうか、白目で作ろう。それか、動くな、白目ボタン持ってこうか持てんけど、動くボタンや。よっこい、いちよっこい、し一、いちよっこい,しょいち、こいしょいち一、はやらんで。え、どうせやん。うん、今、マイブーム最前線やのに。<laughs> サランヘあ、サランヘよな。サランヘヨなんか、さようならじゃない。ンハングルやろ パなニンンンムハムハサミダー。おお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 おサおお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 うおお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 ゆう。おお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 おだ。よくちょん切れおハサミだ。<laughs> 僕 <laughs> でいけんじゃうおんうんいけるなぁ<ん>大丈夫どんン打たれへんやはりハーフ <laughs> そうよハーフ <laughs> まあこの声にさ、声かわいいんじゃん声声声声韓国語ではさぁん声めっちゃ可愛いやん、今度今度今ド、今度。コンコンコ声声、あかんのちょっとブスちょっと <laughs> イノシシみたいになってきた イノスイスイになってきたよイノスイスイランマ二分の一で上会いにいって言ってた気がしますへえランマ二分の一って中国なんやうん中国やなへえ。ちょっとちょっと目もおもろいな家族がおりむいたそんなに笑ったあサイドルフクさんこんばんはよくちょん切れろあ私私どこのハーフ言うとオトンとオカンのハーフやけどなオトンはイタンジとオカンがあのラフランス体系や うん、だからあのちょうどラフランスとイタンチのなうん、うん、ハーフやちょっとそうやイノシシに見えるやってなやろさ、うん、やっぱ花なら白がないイノシシちょっと見て見てこれあのこの間さあ仕上げたんや全部なあれもう途中の前の動画でもう途中をやったでよほんでなイノスケあれ 井之助おったな井之助いや井之助のかぶりもんどっかやってもたないやいやこれほら中国のあのパンダさんや中国のあっパンダさんな赤いパンツのパンダさんにしたんやけどパンダさんもさあれ怠け太郎と同じ角度にしたかわいかった頭普通やったらほらこうやんパンダさんこうやんほや、はい、けどあれぶら下がりパンダかわいいな思ってどないそやからね怠けパンディでええかな思ったんや名前がねほこ,こでこれ あのパンダさんがちょっと顔レトロやったから服もレトロにしてみたのよこんなわからん色のねやつにしてみてこんなんおったやろ昔な。それからこれはあのあれ名字は昔のさんにしてたのよ昔の昔の熊尾さんと昔の熊絵さんにしたんやけど。 ねこれをクマさんもちょっとあるもうちょっと可愛い顔できる人よケけーおんねオよケけーみんなあのアニモでピンチで探してよッけー可愛い顔みんな作ってくれとんねん一回みんな見てきてほんまあアニモさんちょっとセンスないんやなと思ってけん <laughs> とあのもっと可愛い顔作った人いっぱいおるから。ね だけどあの顔の向きで言うたらこの向きでつけてもかわいいんちゃうかというね提案でございましたその時は尻尾を後ろ側につけてあげてね前に来たらこちょっと一物になってしまうからねお願いしますよせいろ頭のつけ方で全然ちゃうのよこの辺ちょっとねあの試して遊んでみてパンダさんはほれささみたいなあんなにぶら下がる時があるからこっち向きでもええもんねそうな感じですこれをねあのできたで言う思いよってよなよな夜なべしてやっとったのよ <laughs> 家族ねえんなに家族にキュ,キュじゃ呼ばないんで大丈夫佐藤さんのさん <laughs> ね昭和部屋や昭和部屋そうよ昭和部屋や,よ部屋やほんまやな名字昭和でもええなあの昔のさんにしたけど昭和に変えようかしらえ、ね、ほんならえっ、ー、とどうしようかなおめめなんや困ってきたな一旦白の玉結びでつけてみようかあかんかった上からなんかつけたれえ、ね、そうないなりましたらよいしょここのね鼻のところの 鼻のところの筋の1個2個上この辺ここここに入れてあああ大丈夫なそう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 ここここほなちょっと目大きめにするわ玉結び3ぐらいでいくわ123ね 助作ったんやあのあれ作ってくれとった人持ってんでブリブリざえもんほんまめっちゃ上手に作ってくれとったわ <laughs> 息子ちゃん、うん、豚だぜ豚だぜ息子ちゃんほでこういう時はこの同じとこ戻ったらすこっごと抜けてしまうからどこでもええからちょっとだけ一番近いところの一本だけちょっとすくねよいしょすくった時にまた同じとこに戻るほこで裏でねグーっとあ眉毛の色変えた方がええそれと花の穴変えた方が良くない どうどう怖いなこれ怖いなちょっとここのちょっと穴を広げすぎたいなよいしょこないしたなんとかなれへんせやけど怖いなほんだらまたああおまちょっと待って待って待ってせい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 でせいでグデさんグデさんあのいつもグデ玉さんとめっちゃ上手に絵をいっぱい描いてほいでしてくれてあのなんせ見てきてグデさんのむちゃくちゃインスタでむちゃくちゃ可愛いから。 一二三四五開けた、その隣ぐらい。う五、ん、のとこでもいいけど。五のとこ行こうか。まあ、どこでもいいのよ。どこでもいのよ。大体こうね。見て。え、アニモでダイエット。ちょっと待って。アニモでダイエット。それアニモがしたいわ。だからダイエット方法を教てほしいわいし。ちょっと、ちょっと。え、ちょ、ちょ、ちょ、頭もすげえしっかりした。よいしょ、しょ、しょ。よいしょ、もう一回いった。よいしょ。 おいでまたこういうのも一本取って、ね。おいで裏に行く。同じとこに行くと。ほなら抜けない。美穂さん、それですね。どれどれよいしょちょっとコメント見逃したな。よいしょ、よい,い,いしょ、よいしよし怖いやんか。怖いやんか、こんなん。どんなす <laughs> ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。えー、っとな、ちょっと待てよ。 <笑><笑><っ> <laughs> ちょっと待てよ。えっと。ちょっと待てよ。豚の長老さんっていうことでいいか。ちょっと待てよ。板ほっぺたつけるか板ほっぺたつけるか <laughs> 怖いよ <laughs>。怖いよ。これ怖いよ。どう考えても怖いよこれ。怖いよ。<laughs> 怖いよ。これ怖いよこれ。 鼻荒れちゃうか後でこ,うここつまんで裏からグッと引っ張ったらおもろいこの顔なるんちゃおう <laughs> 見やすいからオッケー見やすいからオッケーこれもほんまあの何を見やすいために作りました豚にしようぜねっいであれやえー、っとピンクの糸置いとったのになお父さんがどっかやったな新しい糸出すか新しい糸出すかしゃあね新しい糸出そうポップちゃんしたら ほっぺちゃんしたらちょっと増しち,ちゃうよいしょ。いったんな。いったんそレクチャーにはバッチリ。いったんほっぺちゃん行こうぜ。ほっぺちゃん行ったら、もしかしたら、とにかならんいつ潰したらなんとかなるか思ったけどあかんかった <laughs> 潰してもあかんなら、ほっぺたつけてやるかいな。長老でいいか。長老って呼ぼっか。よいしょ。マ,マさん、こんばんは。 受け口に受け口に受け口にしたらええかよいしょ。なんせあとであのほらもう糸でグーグー引っ張り回ったいろんな形になるからさよいしょこうもう本取りでちょっと玉結びするわな。なんでもえいえいねたい体で、ね、何でも面白いことしたらええのよ思いつくがままにさ。 ね、その日の気分でほらもうな旦那さんがいらんこと言うた言うたらなもうグーッと怒った顔描いてやな怒った顔作ってほいでもう玄関の外にグーッとこの子挟んどいったったやね今日は奥さん怒ってます言うてねえっ主人イノシシ作ってるなんてうの、ね、<laughs> そうやでこれイノシシ以外の何に見えたんびっくりするわイノシシ以外の,のよいしょちょっとイノシシに見えるように <laughs> そうよ いけるか長老に見えるか長老に見えるかほんなら長老に行こう長老に行こう。でも長老もんちょっとポッとさせといたろうかな大体いいどこでもええからこういうとこからな。ほいで <laughs> 長老ね。ほでちょっとまあどっか下の方でええからちょっと一段ずれたぐらいからこうしますやろ。でこの時にここの中を絶対通ってやる。このこの中。この玉結びを針に引っ掛けんのよ。ほんなら抜けへんから。ね。 よし。はい。はい、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 はいはい、おいで、こっち側にね。こう、来て、ちょっと待ってよ。糸引っ掛けたかなんか,から、ちょっとみんなこっち来てもうて。おいでね、こういうとこからね、ぐうぐう、ぐうぐう、こうね。えのすいすいに見えた、えのすいすいに見えた。こ <laughs> れで、これまたこなしてからね、同じとこは二辺か三辺ほど、ぐうと通ってやったらね。ほっぺたの虫がつくわけよ。ほっぺたの虫、ほれ。 ほっぺた飲むしやほっぺた飲むし一回あれやな文句言うのにアホやボケや言うたあかん思ってお父さんに一生懸命ナスタンボー言うたけどナスタンボーも絶対はやらんで言われたな何やねんナスタンボーいやもうアホやボケや言うたあかんな思ったらもうナスタンボーナスタンボー言うたはやらんでって毎回言われんねんちくしょう言うて こんな感じでね。だけど、ほら、那須さんぽい言った人に文句言うとおったん思われへんやんか。な、なんかちょっとあの。いや、まあ、思われへんけど。や、八百屋の話かなみたいな感じやんか。思われんけど。はやらん。はやらん、<laughs> そう。あ、そう。はやん,、ま、んに千円。<laughs> 嘘やん。うん。なんも千円ちょ今からみんながはやらしてくれるもん。はや。ちょっと、ちょっと角度的におもろいか。まあ、か。こんな感じでね。 ちちょょっっっととやっぱここちょっと遠すぎたなすた、うんぼうなすたんぼうもうんかあって腹立たたぐーっとなすたんぼう言うたったらええねんもうほんまずっと旦那さんに「なすたんぼう」言うよってんけどもうほんまあの全然はやらんでで喧嘩にもならへんねんうせやんはやらんの言うて喧嘩終わってしまうねんほんまあかんななすたんぼよしほっほっこんな感じ ちょっと舞台だったんじゃん。どない、やらそう戻ってもうや早くあの、何を、なんとか大賞をもらう思いよってんけど。これ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 。こんな感じ。ね。何があかんの何があかんの何が命しんのね。もう長老や。もうこれ長老。長老、長老。ね。長老。何がおかしかったんやろ。眉毛つけるか。よいしょよいしょ。眉毛眉毛ついとんがな、眉毛。まつげか 目が白はちょっと違うな。嘘<う>。で、白目向いとう人やもんな。せやな。うん。は。長老やな。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ほな、一旦。まつげか。やっぱまつげ。まつげか。ちょっと待って。これ、これピンクの糸、ピンクの糸もう終わって、いらんわ。ね。おいで、もうこんなんはいらんかったら、綿代わりになるんやから、もうどっかの。 あの糸とねもう最初のこういう糸と何でもええからもうくくるか黒目入れる黒目入れるかまつげつけるか黒目入れる黒目あこの白目の上に黒目おもりかちょっとほな待てよまずこのこぼこのこぼもっとこうなりそう白,白い目の周りに黒い糸あぐるっとな。 ぐるっとほんまやなそれが一番落ち着くかもなちょっと待ってよあのは何かアさんやって穴子 <laughs> さん黒いとな分かったなお姉さん言うとうことわかるで多分こういうことやろうえ違う <laughs> 怖いやんか <laughs> ちょっと と怖いなどうしたらいいかな中に黒いてだけは白い目の中に黒いてんまぁ普通は白目があって真ん中黒目やからなうんやだー佐藤さんありがとう飲むで <laughs> 飲むでありがとうナイスビールありがとう何ニモデダイエット何ニモデダイエット絶対癒せへんでこんなことばっかしとって絶対癒せへんで、うん え、ちょっと飲ましてもらいましたりちょっと思たわちょっと思たけどナイスルあの黒目つけるわナイスピーお父さん,ん私の携帯充電が切れるってよなんで線きしてないあんたがさせてへんからや早さしいよあんそれ設定はあんたの設定ちょっと待ってちょっと待って え危ないな危ないなとんだなあんたの設定やろ線させてもうびっくりするわ充電切れてしまいよったわお父さんやで、ね、その電気のセッティングはお父さんやで、ね、私に言わんといていつも自分で最初やんだ円で書こううんだ、うん、円で書こうとかな楕円でんで書こうんできてると思うで固まったね充電でしょううびっくりするわお父さんに「お父さんの仕事やろ」とか言うとったってでこうえどう <laughs> <laughs> 楕円間違えどういう楕円えな何 <laughs> ちゃ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 今思ったやつなちょっといくで今思ったやついくで今思ったやつさあ無理やなこの玉結びの中通られへんのかな黒のそう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 玉結び乗せようと思ったねこの上にさちょっとあかんかったら抜けるから一旦ここで玉結びしてみるわな2回ぐらいかな×バツは シ <laughs> 白ウがいいかとめっ怖いよね怖いよね <laughs> 新しいキャラクターができるわ新しいのキャラクターかなあこれかわいいかもしれへんでほんまか嘘つきやからなほんまかちょっと待ってよ <laughs> やばいやろ 白目入入ってもたれあんな人と入れへんで言った言のに入ってもたちょっと押しすぎたこない押す人おれへんからほんまは入れへんねんでしかもす,すぐ出てきたからな大丈夫よ大丈夫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 ほいでこれをなククククククとやってほいでちょっと待てよちょっと待てよみんなもう表向けた時にどんな顔になるかちょっと想像しておいてよいくでこんな顔 <laughs> もうあかんやんちょっとどこに行ったらええかわからんなってきたちょっとどこにどこに行けばよくなってきた <laughs> ブスすぎるやろ <laughs> ブスすぎるけどブスすぎるけどもう俺の目やんそれそうやなあんたのしじみみたいな目やこれおうおうちょっとどうしたらええこれ うちの旦那さんと同じ名です。あの、しじみみたいな名でかわいいやん言うてくれた。ほんま。<laughs> 涙でもやめ ちょっと待っ,てよちょっと待ってよもう一個つけたらもう一個つけたら多分ようなるからいやいやもう一個やかおかしいねみんなちょっと一個やかおかしいね1個やかおかしいねいやいや一個やかおかしいだああもう二個つけたら大丈夫大丈夫目先何回負けしたかなもう二回負けでい,いかなもうあのまも,も,も賛否両論やね <laughs> ちょっと待って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 ,、えー、っ待ってこれをな一回もう一回戻したんねここやな,ことなちょっと待って力技や力力 力技やで。ちょっと待って。旦那さん、うん、しじみめ。あ旦那さんなんかめ、め死んでるめや。なええ、しじみめ、死んでるめ。しじめ。死んでるめやじゃん。よいしょ。ビール吹き出しちゃった。<laughs> <laughs> <laughs> ああ<ん>、か <laughs>。こ<れ>。<laughs> こ<れ>。<laughs> それあれやで。あの、千と千尋の神隠しのリアル豚さんでいけんじゃん <laughs> いそうになったらもう鼻つぶさなしゃあない。もうこうや。鼻つぶしてもうこれや。こう。またちゃうやつや。<laughs> どうするんよ、これ。どうしたらええんよ。どうしたらええんや。こうか。こうか。こうやな。これ <laughs>。なんで、みんなで作った顔やんか。みんな <laughs>、私だけ言わんとって。みんなで作った顔や。みんな白や。何や言うたやんか。<laughs> みんな白やない、ね、言うたで、言うたで、聞いたで。ほら、これほら、こうしたらさ、対うたしちゃうの。これどうよこれどうよんどう <laughs> 痩せるな、これ。アニモデダイエットや。これがアニモデダイエットや。顔痩せんぞ <laughs> <laughs> これで <laughs> めっちゃ怖いやん。めっちゃ怖いねんけど。どうするいや、ほんま汗かいてたわ。ほんま汗かいてた。やばい。 ちょっっと待ってよこのこの白いあまつげまつげいるオッケー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 ,ッケーまつげやなよし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 黒が残ったたにまつげいこうよし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 ええー、かこれちょっと悪い悪い悪い方向行ってない大丈夫遊んでない大丈夫本気で行くで本気で行くわちょっと待ってよ死ん, <laughs> 死んだらあかん警察呼ばれる事件になる事件になる まあ、CM 来る誰かみんなで言うて CM 来へんそ,そんなことないだから茶色って言ったのに。<laughs> 茶色って言うたのにいいや、今からや、今からや。これ、ま、ま、まつげつけたらむちゃくちゃ可愛いなんねんから、今からや、今からや。ちょっと待って。ほんな片っぽのまつげつけるまで、あの、画面には何もおれへんから、みんな何が来るかちょっと待って,てよ。ちょっと待って,てよ。こっちで私はね、あの、一瞬でまつげをつけたもん。ね。ほんで一瞬でまつげつけて。いや、ちょっと待ってよ。 ちょっと妄想だけしといてくれるえ見たいこの家庭を見たいんやったらあれやねんけど家庭を見たらあんま面白くなくなってまんじゃんちょっとほんまちょっとちょっとあのなちょっと待ってよ今まつげえっ、ー、と大体いつも4本でいくから4本でいこうかな番組とかも4本でいくもんなえ <laughs> 日本がええな今これ <laughs> ちょっと待って何作るよ あ顔やり直そうブーやかわいそういきなりバッタリりすぎるよねちょっとどうにかなるか検証しながらやっぱりちょっとまつげ4にするわこれ3じゃちょっとあかんわよにするわ <laughs> ちょっと待ってよ多分まつげ4本けたらかわいいでなそういうことやそういうことだろうちょっと待ってよ三本でもどっかああもう糸挟んでもた挟んでもたもうほんまむちゃくちゃやこう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 挟んだあかん糸挟んでもたあかんな 余計怖い <laughs> ど。どうしたらえん。どうした。らちょっと待てよ。ちょっと待てよ。えーちょっとお前な。命じめだなってきたな。ちょっと待てよ。石獅子と野獅子。ちょっと待てよ。このちょっと待てよ。一旦ちょっとイメージな。イメージで白目の周りを今から黒目でかかったかかったらどうよ。 コールが見えへん怖いちょっと待ってよ鼻の穴と眉毛を色変えるえ鼻の穴が白いんじゃんでどうするえちょっと待ってよこの前ままつ毛がなこっちから来てない分がおかしいねこっちから来たらもうちょっと可愛いなね絶対な そうやろあ,あっちから来たまつげばっかりやからそう思うねんこれもうこっちから来たまつげもつけたらほらほらほらもうあかんわどうしよう何にもかわいない <laughs> ちょっとわかったほんならちょっと目やめよ目やめよ目やよ <laughs> 白じゃないほうがええねんなやっぱりな白白はなだからステッチがわかりやすいための白やったと思い込んでくれる イノシシの牙に見えてきたちょっと待てよちょっと待てよ、はい、ライン入れるちょっと待てよちょっと待てよちょっと待てちょっと待てお父さんちょっと待てちょっと待て,と待てこれどうなってんのもう赤んなってきたもうどうもコーモになってきた 涙がちょちょ切れるわもうどうもこうもになってきた誰か助けてこんなんどないなってもとね、いや玉結びな,な,なってもどんじゃん裏でこれだなと思っもう <laughs> どうにでもして <laughs> ちょっと待って最終可愛く仕上がらんかったこれはもうどないもこないもんなってまうからちょっと待ってよちょっといやいいねんで白でいいねん白はみんな見やすかったや見やすかったちょっと待ってよ。ちょっと待ってちょっと待ってこれちょっと待ってもう黒切ったるわもう黒切ったる黒切ったるもう切ったる くるきっとれもうくるきっとれおいでねえ、かまってんねんなこれなどこにどうなってこうなってんの君かな君かな,あ君かなちょっと待ってよどうしたろうなどうしたろうなみんころ兄さんこんばんは,、はい、こ,んばんはこんな画像を急に見たら涙出るで <laughs> 夢出るわ どんなライブストーンねん夢出るわあ白目なくなったあ白目なくなるんやとたもうこれ白目も裏にゴーッと出してもてほっほっなくならへんねんけどよし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 花のあの茶色やっぱりなやっぱちょっと待って茶色持ってくるわもうどうもこうもならへんからほであの茶色もな薄色やのでて濃い色持ってくるわどないや濃い色くんでよし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 大丈夫大丈夫 もうええね、みんなで笑えたらそれでええのよ。ほいでええのよ。今日一日おもろかったな見」って言うてワ言って寝れんねんからそれが一番ええねんからもうええねえねん。白で「ほんまこないに笑えるあんたもイノシシちゃうわ。こないやったら豚さんよおれんよ。ほんま。これもうちょっとほな鼻をな鼻をな一旦一旦などんなんかやってみよう。言うとこけどこれあれやであのかわいそうに、えー、3万人記念の時に。 誰かの家に行くかかららな知らんで <laughs> かわいそうに3万人記念の時にいらん言うても家送ったるからな、まあ、送りつけてやるからね誰に当たるか知らんけどよよしもうちょっと目を大きくしたらかわいいかも目かうん これ大丈夫花毛みたいに見えてきてない今度。大丈夫これ。うん。三万人念の時誰かんち行くからな。もうこんなん知らんでもう、ほんま。知らんで、どないしやがって、どんなやつが来るか、絶対知らんからな。よいしょ。<laughs> ほらほらほら、花、ちょっと白いの隠れたから、大きい花の、サブちゃんみたいになってきた、サブちゃんみたいに。よし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 。ほ、うんま、欲しい人おるやんか、時々おるやんか。 んま花、あ、毛やろ鼻毛やったら花の穴に変わりましたよ。鼻毛が鼻の穴になりましたよ白残したらな花毛みたいに見えるけどもうこのまま白の上からいくで。<laughs> ほいでほいでこれあちょっとあれか鼻,鼻,血鼻水みたいなってことかな。よいしょ サブちゃんやろサブちゃんサブちゃんサブちゃんこれでちょっとあれちゃおう眉毛もか眉毛もかっぷり作おかしいな私はあの豚さんにします、えー、言うてからちょっと眉毛もいくでーよいしょあ眉毛あれなあれやな白茶色白茶色ちょっとあかんな眉毛ちょっと眉毛は白のままいこうちょっと待ってよおかしになってきた アナゴさん <laughs> アナゴさんやなちょっと待ってよ目いくわ目を焦げちゃでいこう目を焦げちゃでよし焦げちゃで目いくわ行くでなもうだいぶんちょっと変わってきたやろ目を焦げちゃでな12の3の4でいくわほななみんなちょっと大きい目がええ言うたから <laughs> 旦那さんボンソワニモさん止めて言うとでうん 結局障害結局障害やだそうなんねそうなんねいつもこうなんねなもうでもあの説明で顔のステッチは言うたから色味だけ変えてやればこうなるよっちゅう話やで。なあ。ほふり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 ふたぜんみたいになてきている。ほでもやっぱり眉毛だけ白いじいさんみたいなとんなさん今4回にしょんで今4回のちょっと大きめにしょんねんけどあんまり大きくなってないな。 もはやお笑い<笑>なかなかさこういう編み編みしゃべりでこんなブサイク作る人おれへんよね。<laughs> レア。<laughs> どう？これちょっと <laughs> 隠せ隠せ隠せはい隠せ出た隠,隠,隠,隠せ。もうちょっと大きくするわ鼻の穴。え？あかん？ちょっともうちょっと色大事やな色大事やな。色大事やな 色は大事やけど。<laughs> 鼻から白いの見えてきた。鼻から白いの見えてきたちょっとちょっとマシになってきた。ちょっとマシなってきた。ちょっと鼻鼻の白いとこを隠すためになこれを広げてこうここを広げてよしこの間に入れて。これでやった。ちょっとマシになったんちゃいますか。<laughs> すね、まだ大きすんねまだ大きすんね 茶色い目な、茶色い目、ほな、お前だ、ここも茶色でいけゃ良かったんやろけど、もこのまま、これはもう、これで。あ、目はこれ以上大きくどないしたろうな。目、これ以上大きくすの、玉結びじゃ厳しいな。こんな感じで、目したら、大きなのちゃう。たで、ほな、ちょっと待ってよ。知らんけど、けどお前よう言うたな。な、こういうことやな。 お父さんが言うにはこういうことやないやおかしいおかしいおかしい逆や逆やどうせやった逆や <noise> ちょっとブリブリサイモちゃんをちょっと玉結びほどいたら玉結びほどこもうめんどくさいやんかえぇのお父さんのシジメみたいな目何両よこれえの、うん、どうだのシジメみたいな目何両よ、うん、それかわいいそれかわいい <laughs> なんしじみ,みたいな目とか言ったらかわいいとか言い出してどうないなっとんまた迷走しとんな絶対迷走しとんな <laughs> えーっとどうしたらいいんこれたるめになったなたるめになったそやからなこうして遊んでも大変ちゃうかと思いますけどいかがなもんでしょうかあもう抜けてもたもういとうがもうこれでないから もうこのままもう顔にして仕上げていくわ。まつげいるん。まつげもう糸びな切ってもたらもう短いわ。もうこれ最初のやつともうもうどうもこうもならん。もう <laughs> どうもこうもならん。垂れ目このままいくで垂れ目のつぶらより垂れ目で。いいやいいやもうこれもこれでいいのよ。これはこれでかわいいのよ。な。ほいであのあれよ。あの誰かのところに嫌がらせかのように3万人記念の時にねあの誰かの家に届きますこの子が。怖いでー。 何が当たりか言わんと、あれやな、家に届いたら怖いやろな、こんな嫌がらせやろな。よしょ。はこれこれでオッケーって言ってくれたんな。ほんまオッケー。これはこれで可愛い。可愛い,い。ほんま。こんこういうイラン子はね、綿代わりにもう中へゴーゴー,ゴー,ゴー入れるんです。もうこの黒も短いかいらんから入れるね。久しぶりき大笑いした。<laughs> ひ ひどいな、これ。ひどいな。誰に当たるかな。ちょっと当たった人にやってもらうか、これひどいな。ひどいな。こリアブターだったな。ほんま。何やろな、これほん、ま、豚爺や長老やで。さあ、ほな、もう縮めていくで。な、さっきの段は、ここでよく見たら、一個入ってる。んでな、えっ、ー、と、一個ここに入った後に、この小山で減らしてあるのよな、わかるかな。 タルミちゃんかわい,いほんま嫌がらせほんま嫌がらせ誰かんちに3万人になるまでにあれやからみんなはよう思っていってなあの各長きつってあの選挙も終わったんやから今度はアニモさんの選挙始めてきてよ <laughs> アニモメルアニモメル言うて歩いてきてくれる手振りながらあ一元やったか一元一一元一で減らせとこやったんかほんまあ、一元やなごめんなさい一元でございましたね一元一一元一ほんまやほんま変な一元や。 はいありがとうございます。おやすみなさい。ほんまね、もうぶっつぶつ言うて、こんな顔しよったごっついね、長いことあの、やから、アンドルから、またあい止めてください。<laughs> ほんま、やばい、おやすみなさいね。3, 3回やったら、また1限ね。当たりなん、これが、ほんま怖いわ。かわいそすぎるで。 1> 1あ頭痛治った <laughs> すごいパワーあるな1ゲームでまた1もうみんな終わりに近づいてきよるでこれが仕上がった終わりやからなゲームやだアッコさんありがとうじゃあちょっと飲むわありがとうアッコさんも焼き屋たんちゃん大丈夫ありがとうナイスビール ナイスビールおいしいよ。ナイスビールお父さん新しいのを持ってきとてっ,てっ,ててってよ。了解23で1。お子さんナイスビールおやすみ。今日ほらもう起きとったらって言ってたから仕事がほら忙しいからね。あの忙しいさなんかありがたいこといやすいません。よいしょ。気抜いた。ほ、はい。ほんならね今これこなした顔が。 ちょっと大丈夫これだいぶ鼻でかいやな鼻でかいやな鼻まっ、あ、次ももうこのまま行ってくるわこのかわいくでこのまま豚とパンダっぽいねで、でここはもうげんげんでいきます最初のげんでわからん人はねもう今の間に印していてくださいよほうよなでもかでも笑っといたもういいんやからもう一番えい,いのよげんげんもう笑っといたらほっぺたも力入るしね

ああ落ちる人ねもう,ありがとうございますもうまたいつかねアーカイブで見てください。ゲンゲンゲン。笑えば大事よ。そうよ。で1次1で1はいそれできたら最後がゲン。ね。最初はグーみたいなもんや最後はゲン。なここはねここに編んだ引き抜き編み立ち上がり最初ねこのお山なのよゲンできたから。 お山のこの右上のこの頭リングしとった人はねリングのとこでねはい、えー、旦那さんのお世話がありますのでありがとうございますありがとうございますはいぜ,ぜひぜひまた編んでくださいありがとうございます ほでまた上でぐーやだありがとう嬉しいわ桜井千さんええこと言うてくれてから。はたらこっからねもうぐーっと綿入れてきますよ。笑いすぎてしょ。笑いじわはええのよ幸せの証拠やねんからいや。笑ったらええのよ。ほでこっからあともうねぐーっと締めてあと本体にぐーぐー,ーっーとあ誰かがさちょっと待ってよ。これ,これまあ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 ぐーぐー,グーっと縫い付けるだけでも切りますわな。ほれでまたこう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 して抜きますわな。ほいで「いやーありがとう嬉しいわ。 またねあのしょっちゅうライブ、うん、あの飲みライブやっておりますからほんでここにね綿入れてねあの締めて本体につけるときにあのカーブのとじまりさとじまりちゃうとじ針ちょっと待って、えー、とよっこい小1よっこい小一。あの子はとじ針入れにしとんねんけどなこれ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 あのこのこれがさほらフック船長みたいなこれねこれが割とこうすくってこうしやすいのよ。 これねあのダイソーさん売っとんで言うた前「えダイソーさん売ってる?」って言うとってんけどむちゃくちゃ解くよ。この針はこのここの1本こ,これしか入ってないんやけど他もこのとじ針全部入ってんねんほいで縫い針も入ってんねんねほいであの糸通しみたいな粉も入ってんねんこいつは1本しかおれへんけどあの凍ってみました。これでも十分使いやすいです。これほらららああのの洗濯バサミ上でこないしてからやったらさあ どうもありがとうございますパンダちゃんもうねパンダちゃんも笑いながらあんだらいいですよそうそうギンギンギンですそうだからこれをあ持ってる持ってるこれでやったらこう顔との縫い付けとかがまっすぐの針よりは縫いやすいと思いますもうこんなのちゃんとしたやつはねそれは手芸さんやなんや言ったらうっとうけどダイソーさんでもこれが入っとるやつがありますよちゅう話やねさてほな綿入れていこう同じのオンノーさんうこれこれ結構便利あのちっちゃいやつにも使えるしこう まっすぐのとこはほんまあのゴトゴトカと鳴るやんかこうここういうとこ来ない人だとゴトと鳴るやんかあそうそういう時にはああいうのやったらグリート回したらいけるからあれの三本セットとか昔ダイソーさんであったんやけどな今ないのよな飲み屋さんな飲み屋さんさんおあもうスなんか何もみんな針でついて <laughs> おいおい言うて <laughs> そうそうこれねあの使いやすいと思いますよダイソーさんやったらヤンスレーダーとこれねぜひぜひあの見てきたらいいと思いますよ。 えーとね、今のしようまたわたわたわたよよっステップわたがもう終わりやねもうみんな入れたろもうこういう終わりのやつはみんな入れたったらいいねほんでもうカッチカチのやつにしたっていいねえ、ね、ほんまスナックアニモもター来てくれるほんま同じの使ってるやっぱりねあの使いやすいよねあのちょっと曲がってる分そういう時だけね使ってたらさあさあいやいや思いのほかよくやったな本来は 本来はえっ、ー、とこれ本来はほんまにこういうあれよあのー、閉じるための針よあの縫い止めるための針えっ、ー、と目もこわないうになっとんかなよっこいしょ円形マットレス針円形マットレス針マットレス針ねえそれちゃんとしてやつなえん 自分で曲げるかい握力どんだけやそんなもんすぐ曲がるような針こってくんなよ。そんなんむ <laughs> ち,ちゃくちゃ言うてくれんな。むちゃくちゃ言うてくれんな。だ。んけったいな針やな。けったいな針や、お前。自分で曲げたんか言うていい、そんなこと言う円形マットレス針。うん、円形マットレス針、ほんま。誰が自力で曲げんねんこっち力でうん、それもありかもね。家にあるやつみんなグー曲げたってへんねん。ほな、もう買いに行かでえわ。今自分で曲げれるやん。<laughs> 自分で曲げれるやん。 んたほんまよしほなお父さんにちょっと曲げてもらおう。今からこの一番もう使えへんからこれあれあこれでもほらさっきこれも曲がってるやつよこれほらこここれだけちょっと曲がっててもこうキュッとできるから結構便利ちょっと1本曲げてもらおう曲げし、ねとう <laughs> ハ。ハンドパワーハンドパワーでな。よいしょ。 ほらなみんなアニモさんが曲げたと思いましたって言うて、ね、そんなほなほんでこれ見てんむっちゃ得やでこれ絶対私だけむっちゃ得やで2枚入っとんねんこれむっちゃ得じゃない表紙2枚張りあっ間違ってる <laughs> ダイソー間違って2枚入れた <laughs> よしよしよし,よし内職さんが間違えたな内職さんが間違えたなでもこれでも全然 OK よこれでも先っぽがほらこんなになってるからねっ こうこうこうやから大丈夫大丈夫旦那さんいけるいけるこれちょっとどれぐらいになるかはいどうぞこ画面の下でやりないやおかしいやどこよグーとグーと行きや丸ど,どんな形どんな形で丸い形やあんたさっき見たやどこやったの、えっと、なんなこ,このここが横か縦か、うん、こう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 ,こうや 曲げようみたいで。曲げようみたいで。ほんまやで。いあのこれでほんまに旦那さんが曲げられるんやったら家の旦那さんにあ折れた。アホやで。<laughs> 西掛さん折れるよって先入れてきたわ。折れたわほんまに。<laughs> 折れたって。<laughs> おやすみなさい。ありがとうございます。みんな折れないかな言うの遅い。もう折れた。<laughs> スプーンまげほんまやスプーンまげみたいにこないしたらたぶん丸まったのにあんたやっぱりってみんなほら見てみあやっぱりって <laughs> あこれで2本になったな得くやなこれパケッて聞こえた,これ,とこ,えたこれ得じゃない2本になったでえっ、ー、となんかできるなこれこっち耳かきしてなほんこ,これ買いになったらここで買い買いやから日本でほらああ おいやみんなやっぱ折れると思っとったんつも私ら二人とも思ってなかったなまあこういう遊びはねあのひであぶるあほんまやそういうのもありかもねあ,<ー>あのこ,ここあれ危険ですので真似しないでください出てる今出てる <laughs> 誰もせんわ言ってねみんなほんまみんなちょっと <laughs> 手大丈夫全然大丈夫指あるあるうんお父さんはねあの手あります大丈夫です ほんまお元気にテロップ,中テ,ロップテロップ出しといて誰かほんま良い子は真似しないでね言うてテロップ出しといて <laughs> 歯つくで気ぃつけよ <laughs> 歯ブラシ日本におらんようにねとくかなあ言うて <laughs> 甘がると思ってた人おった <laughs> テロップ出てない出てないちょっとテロップ出そうあの良い子は真似をしないでください良い子は真似をしないでくださいテロップにめる、うん、どうあバター全部でぴったりカンカン はいほんなこれで豚山の完成あとはねここ閉じ方は前今までねやってきたでしょいやほんまねもうペッくらこいたこういうことやんのよねあのメントスにコーラ入れてえコーラにメントス入れて爆発させるみたいなもんやねほんまちょっとほなあのあの針でちょっと行ってみたらおかいっぺんなこの針でやるこれにはあんまり意味はないんやけどちょっと一旦どんなんかこれほんで言うとくけどこれダイソーさんのおかってきてもこっちは通りませんからねね 横浜ねをしないでください。よい子は真似しないでください。今読めたわ。誰が横浜やん。ん <laughs> そうこっちの放送法しか入れへんねん。残念ながらね。これはね。はい。けど、これをこなしてから。こうね。テロップ。テロップ、あかんかった。テロップでいけたかな。思ったけど、もうみんなあの優しい心で、大きな心で見たら見えたやろ。あれが。よいしょ。 硬いねんこれな穴が小さいからなアクリル通そうもった通ったあ、はいやいやいや、はいやいねこれで例えば取るんやったとしたらまっすぐの針と何が違うか言えたこのまあ外と次のとこの外とこうなんちゅうの曲がってるから曲げるときに取りやすいっちゅうやっちゃねこことこことでくるっとこ取りやすいあん,このあ,んまあんまりこれでやる意味はないな 洗濯バサミをこう編みくるむときとかやったらやりやすいけどねそう。こう針が回ってくれるからちょっと何ていうのこうね、すくいすくいすくい閉じがしやすいって感じかな。次のとこの外側の半目と、あの二本取ってもいいしどっちでもいいよ外側の半目とね。でも真ん中の方なんかも1回通るだけでもええのよ。ね、一番端っこで2回取っ,取って2回通っ,ってってしたら抜けへんから。 ね、こんな感じ。それで、この一番端っこの半目と、また半目。お手玉ぐらいの大きさあるかもね。こんな感じ。鯛釣れるぐらいじゃ。鯛は釣られん。鯛<イ>?。うん。おつんの?。うん。な、どれで。これで。それでは釣られんだ。なんで。もぐってついてきて、それで。針だぜ。いけんじゃね。それじゃ。<laughs> こんな感じでねこう閉じてもろたらじゃん振 <laughs> り返った瞬間が怖いね振り返った瞬間が怖いねあ、そう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 うん。あの首と胴体つけるときとかは、ほんまにこれが一番いいこういうやつね生首でそうヨよランドセルにつけていって <laughs> これこのエビでタイつられんかこんな感じで出来上がりになりますどうぞましょう ねえもうこんなはずじゃなかってんけどな <laughs> 返しがないし折れますどれがどれが針がな針折れてもあ太陽吊ろうと思ったらうん、嘘いやほんま振り向いたらびっくりする頭できたねで振り返ったこれひーってなね。だけどこれはあの誰かの時にね え豚ちゃんでタイ釣るのかと思ったらほんまやこの子にな針をグっとつけといたらこれ食べれる大きさのゆうつクラゲかクラゲちゃうわクジラかクジラ <laughs> <laughs> これこれうんいいよいいよあの何でもできるポチェットとかでもいいよねうん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 いやほんまん魚も釣れません釣られへんのこれみんなあの誰かんちにあの三万人記念の時に行くからね 体も作っとくわ体なんかもうパンツ一丁でねあのパンツなんかも絶対白で作るからこれ <laughs> そうやな縫い針に強度がないなほんまちょっと強度つけるためになんかあの陶芸教室今日からこう石で固めてこうかなう無理かそれを石でぐっ、うんうん、と固めてあの原始時代の人とか石とかでやんりょれへんかったんやろかなキーホルダーにした豚をあっって聞いたら結構ですって言われたん 豚さんええのにこれほんまに <laughs> これをね3万人のになった時には是非ともどちらかのお宅へあの無理やり送りつけたいと思いますね通報せんとってよこんなんいい家勝手に届いてんけど言うて <laughs> はじめましてあどうもはじめましてあライブ中見に来てくれたんですか モザイクかけるわこんなん <laughs> 初めて見に来てくれた人がこれ見た、うん、びっくりするやんかすいませんすいません、うん、うんうんうん大体飲んでやってでも今日はこんな感じでもう完成したんですけどホありがとうみほさんやだみほさんいつもありがとうすいません飲めるわお父さん皿持ってきてあ持ってきと、うん、花もそうはもの旦那さんを釣ったか違う旦那さんが旦那さんがお母さん釣ったんやんかおかしなこと言うたんな られたまどっちいう話やんかだださなんかあれやんかもう一人でーラプーラプーラプーラ泳いどんやからいやささとさささんもありがとう<ー>ナイスビールあり,ありがとうございますいやほんまにもうみんな飲んだらええねんでもう飲む時間よ今から、うん、可愛くなってるほんまこんで可愛くなってるありがとうほんまやったらほんまやったらこ,こ,こういう子になるはずやったんよこういう子とかねナイスビールナイスビールナイスビールほんまありがとうございますこんな顔になるはずやったんがもうこんな顔になったんですね いや、これが一番オーソドックスな顔よ。これがね。ここ、こ,この辺がオーソドックスな顔なんよ。ナイスビールでーす。お帰り開けたからいただこう。めいちゃん、ありがとう。いただきます。もう、今日はもう、お礼に旦那さんが歌います。はい、どうぞ。急に。急にあかん。急にあかんかったら、お前いつ歌うんや。 別に歌なくてもいいからなミニランドするあのんちゃんありがとうみんな出てきたら可愛いほんま <laughs> ナイスビールありがとうございますめいちゃんもいただいちゃったありがとうございますよウさんもサトさトさんもありがとうございますもうほんまね皆さんのおかげでこうやって酒を飲んで楽しいやってこれてます <laughs> いやほんま見慣れるとほなもうセンターにあるわセンターにあるわ怖いでこんなんどん取ったら怖いでえかわいいなってきたちょっと花なの大きさもかわいいなってきたなもうこうなってきたらえお父さん歌うもんやったんじゃ旦那さん頑張ってください歌うで頑張ってます頑張ってます今から歌うってよ歌う歌うえ大丈夫大丈夫あんた今日の昼間に俺これ歌おうかなとか歌決めとってん いいやいや、あのどっか行く時な席を外す時になちょっとトイレ行ってくるわつなぎでなちょっと歌うらしいから、うん、あの、つなぎでやったらあれらしいで、うん、トイレ行ってこうかあの、トイレに行ったら歌うらしいけどもうええか行かんでええかトイレ行かんねやったらええでちょっと一旦みんなの、うん、あの反応を聞いてみるわ。<laughs> 花花さんおかえり今から旦那がねアニモがトイレ行くんやったら歌うてよ、うん、トイレに行くか行けへんか今シアンしとんねんけどどう思うあのー、つなぎでいろいろ言わなあかんって考えるねんけどいってらっしゃい <laughs> <laughs> 菜の花さんおかえりなさい菜の花さんは帰ってきたおかえり <laughs> え今度より目気味ねより目気味 あよりめぎみが好きなあサンダーフクさんまたや前も飲ませてくれたのにありがとうございますまた飲んだくれますよトイレ行ってらっしゃいあもらしたら大変みんなトイレ行けてナイスビールサンダーフクさんありがとうございますもう旦那さん質問コーナーないないない <laughs> ちょっと本棚は、あの、ちょっとだけ一瞬トイ行ってきますから。本美樹さんが、ほら、だな、だな、歌ってくださいねって。はい,といで、と。あ、大福さん、ナイスビール、ありがとうございます。ちょっと本らあの、サンダーフグさん、もう、ほの方々、皆さんにいただいたビールを飲まなあかんので。ちょっと一旦ね、出してきますわ。容量が決まったから、一旦出してきますわ。本であと、お迎え体制で帰ってきますからね。ほんなら、ちょっと失礼しまして。はい、どうもー。 えーっとえー、アニモがトイレに行ってる間のつなぎをせなあかんのでちょっとだけやりたいことがあるんやけどあの TikTok とかでよく、あのー、信号待ちで止まってる隣の車に歌歌って、あのー、最後のフレーズを言ってもらうっていうやつあれをちょっとこの YouTube のライブでやってみたらどんな感じになるかなと思って一回やったろうかな思って。 えーと何を歌おうかなーなんやけどうんとねアニモさんいってらっしゃいはいどうもおう旦那様さあ歌おうはいあレーズンチーズさんありがとうございますさあじゃあちょっと歌ったろはいワンツースリー 夢じゃないあれもこれもその手でドアを開けましょう修復が欲しいのなら悲しみを知り一人で泣きましょうはい来てよそして輝くウルトラソウルって言ったらみんながウルトラソウルってバーっと入れてくれるはずなんやけどこれタイムラグはすごいな。 全然入って後編。あきたきたやっと梅ちんさん一個きたはいきたきたウルトラソウルヒューヒュき来たき来たきたきたウルトラマンじゃないウルトラソウルあきたきためっちゃ気持ちいいほら何よえウルトラソウルを歌ったほらみんな入れてくれたはいきた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  そんなあんた喜ぶことウルトラソウル言うてもろてからあんたウルトラマンの人もるわ<あ>みんな大丈夫やったもう一度お願いしますって言うとうけどもう無理無理これ大丈夫やった私おらへん間どうなっとったんまたこれまたおかしなことなっとったやろちょっ私がおらへん間もういらんことばっかりだったと思うねんあ来た来たウルトラソウルいっぱい来たまた新しくいただきますすいませんめっちゃ気持ちいいやん んああしとったんよもうあとねあのあれよもう眠たらんと人寝ていってよもうただただもうおっさんとおばはん喋っとるだけやからな今からたださん頑張りました面白かったよ無理無理でアンコール俺ももう眠たいから寝よう <laughs> 次はって 次はって言うとおり次もうな、ね、い <laughs> 戻ってきたら画面いっぱいの豚アンコール来たんでアンコール戻ってきたら画面いっぱいのウルトラソウルえ誰もそんなこと言ってないで全然面白いこと言われへんからなこれなもういっぱいチビちゃんも映したってもうみんなほり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 朝まで行けるで言うてないんかいいうどんでな 続きないんかいいうて続きなんかないんかいいこの子はあの白いおむつ履かせるからな言うとくけどやっと前足ができた<笑>,笑いすぎて進まへんもう笑ってばっかおったそうなのよよいしょほっぷよしよしよし,よしおいで旦那さんもうあとは何よあんた ちょっとあのあれやで自分の携帯でさみんなのコメント見返してさ,見返してさほんまにウルトラソウルが何個来たか数えよるで数えよるか <laughs> 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 むっちゃうれしそうにグーグーこう上下して探しちゃうでな <laughs> 探してないいやでも気持ちよかったなんやねん、うん、最高うまビールうまおパンツやなくておむつやでそやでおむつおむつはかすね白白,真っ白はかせおむつやろもうおむつや おむつってほんまどないしたらこの子もうこのまんまええんかな3万人の3万人さんの時大変やで後ろでなもうほんまに何が何か分かんないもうこの子モザイクかけなちょっとあれやわ旦那さん満足してしまったうん北島北島サブーロー上手に言うたな北島サブーローそうまたね次は柴健ちゃんがちょっとなまだ今ちょっと悩み中であの まあこれがワンちゃんの顔やとしたら半分下白半分上茶色でちょっとまた考えといてねやってうん,ん、考えとこう <laughs> 考えとこう <laughs> 半分下が白で半分上が茶色で芝作ろうと思ってんけどやっぱりうち芝健ちゃんがおるからなあのリアルに作りたいのこの辺をこう来たようなのを作りたいからああこんばんは。 編物の国の国アリスかわいい名前ありがとうございます。であのここをこういう白いこう柴ちゃんにしたいわけよほんでまあ眉毛も白してさにしたいからあのちょっと悩んでんね鼻はまあ半分でほんで悩んでんねせそやからもうちょっと待って柴犬っで今むちゃくちゃ悩んどうからあ分解手術したもう後半目で編み直してくれたありがとうございます。 大変ややったやろうにあフ,レブルちゃん、ね、フレブルちゃんも考えとね、フレンチブルミってもう名前も考えとるからただちょっとこの辺のしわをさフレンチブルミはちょっとしわをもうちょっと考えなあかんからまあ芝犬考えきるよりフレンチブルミの方が早いかな考えんのちょっとまあその辺考えてトイプちゃんとかももう簡単にシワワケもいけるかなと思いながらサトサトさんなんでさっきもやでさとさとさんアイスビール 様この間のライブ配信で「よ歌って歌って」って言われたから考えてくれてたのにウルトラソウルが出なかった申し訳ない <laughs> そんないいのにナイスビールうんなんもうあれよ何言うとか分からへんで終わってくれてよかったのにナイスビールありがとうございますさとささんも優しいなうん <laughs> うますうますタイガー なんなんウマスタイガうんそれも絶対流行らんで。なんで絶対流行らんなんかあったやんなないわそんな <laughs> 誰が言うとってんそんななにウマスタイガー <laughs> ううおさるさんねおさるさんも考えよウルトラマン言ったって <laughs> ウマスタイガー言,わ言わへん言わへん言わへん流行らん,流行,らんえ流行語大賞取られならなるかって思う ノミネートもされへんそうよ、あのブルゾンチエミもねぶあのいやブルゾンパグミがおったのよ、前までねフレンチブルミは作るんやけど、えー、パグミちゃんもおったのよあありがとうございますあ、ミユギさん、ありがとうございます <laughs> 何対が？ガーだから早なんて知らんって、<え>誰もな何って言ったん私えいや、忘れた私も忘れた <laughs> もうほんま、びっくりするすぐ言うて忘れるねうウマスタイガーや。ああウマスタイガー。ウマスタイガーは言うやろ。言う u are ウマスタイガー。あパグミちゃん応募したん一番人気。パグミちゃん、パグミちゃんはお嫁にいたね。ほんま、旅行の大将を狙っているメモしてくれよ。<laughs> そそうそう白豚ちゃんね白豚ちゃんはちゃんとあんだよ。ちゃんとあんでほん <laughs> あでもうこの下敷きのこの子見てんかわいそうにでもこう2人並べたらもうお,お母さん豚と息子みたいなどううんこの子らはなもう見飽きたやろこの子ら大きい子見飽きたからよいしょこの子らだけでちょっとトーク術やなトーク術あるかお父さんが今から喋るわ。 はいけんいや、しゃべります。しゃれます。<laughs> <laughs> しゃべらすな、しゃべらすな。<laughs> 漫談できへんが。お父さん、漫談せよ。お父さん、漫談、漫談、ちょせよ。お父さん、漫談、せせせさよ, <laughs> よ。どうよ、どうよ。どうよ、どうよ。ほら、なんか、二人おったら、あんまり違和感なっすやん。なっすんぐうや。うた、うた、うた。どうよ。どうよ。どうよ。あんまり。 あんまり歌わんほうがええんかな。だから著作権的な著作権みたいなのにかかるはずや。い <laughs> 上手やから。はいどうも。何が上手やねん。上手や何が上手やね、うん、やめとこう。このぐらいにしとこう。みんなお前、警察呼ぶぞ。捕まってま漫談どうぞ。<laughs> 漫談なんかもうほとたずーっとしゃべっとうで。紅白でお前、あほんまやね、これ。 なんかまんじゅうこうできて中綿やのってまんじゅう詰めて誰かあげてちゃいゃう<笑><笑>えっとむじるショックのペンギュースのヨブさんの顔でああはい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 、はい、これだけねこのミニとか作ってつけても可愛いかもねどうもなんでも使えるでこれなんでも使えるでカバンにこれ半分しか顔編まんともう減らしめせんと半分だけ顔編んだやつをあのカバンにこうツツツツ,ツ,ツと縫い付けて 顔だけ半分バックから出てますみたいいなめっちゃ怖いね <laughs> もう半分顔ここもうここまで耳が終わったらもう終わりあとはかカバン本体に縫い付けますみたいな,なこの辺はええけどどの辺やと怖いババアとか怖いんじゃんこれこれカバンカバンにしたったら変じんゃん半分顔切って半分こうこういうカバンババアの顔がうん 前面に出たでもこれなちょっとあんまりあのなんかもう思うよりもうちょっといけると思うからちょっとまだ思案中やからババアの顔のガマ口とかはポニーテールにしてこぐったら捕まるかねいけるいけるこのポニーテールで3個はつけてよポニーテールの周りにグーっとおだんごやったら4個つけてもうどこから見てももう全部こ,この顔になりますみたいなやつにしてうんまあいやそうやそうや半分ファスナー半分でファスナーつけてなマカロンポーチみたいにそれもいいやんか。 何かできるからやってホワイトタイガーの顔のリュックある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 あの毛がちゃんとほらついたトラとかもあるし恐竜とかもあるし結構子供が背負ってるよね。あれ私友達のあの仲良しの友達のところが男の子の双子がおってほでその年子でまた男の子が生まれて 3, 3つ子みたいな子らがおんねんけどその子らが色違いのリュック背負っとったよ。 ただもうその双子で年子ってほんまは双子って帝王切開で読むから次の年にはもう子供ができたらあかんよと1年あけなさいよって言われるのにあのすぐ子供ができてしまって私先生に怒られた言うて。 最初双子でお腹ぐーっと伸びとんねんから次一人やねんから余裕やろ言うたってん言うて笑っとったようなお母さんでほいで生まれてきた三つ子あの下の子がねあの割と結構みんな近所の人とかにもさあのスーパー行ったりとかしたら「あら三つ子」って可愛いね三つ子って言われたらあの一番下のボンがね一番下の子が「いやこいつら双子俺年子」って答えるねん <laughs> そんなやつおるかー言うて。 ちちゃくちゃくあっ美穂さんも男の子の双子周りめちゃくちゃ双子が多いねあのなんかしかも不思議なことにほんでその双子の友達は三つ子が自然妊娠でできた言うて上に二人子供がおって三人目ができたと思ったら三人目が三人おって五人子供ができたとかさ結構あの多いよね周り多い。ほんまね ちょっとあそうやねたか高見えポシェット大人かわいい高見えポシェットそんなそ,んそこまで高級なのできるやろかマカロンポーチうんかわいいね母はつやしえ桜井淳さんも双子の男の子美穂さんも双子の男の子やっぱ多いな双子双子って絶対かわいいな服とかもう他人事やからめっちゃ言えるけど自分のとこやったらもう多分ヒー言うとんねやろな 番組ちゃん連れて歩いたら左目ポロリして怖い怖い怖い,怖いボンドちゃんとつけてよえー孫の穴の開いたズボンのあそうあそれいいよねズボンに顔半分つけてくれてんてめっちゃかわいいえもうさんやけど双子ってすごいやんもうさんやけど双子ってすごい褒めたんこれちょっと待って今コメント読み直しようか画面揺れとるなさんもうちは双子子のの女の子ですうわほんまやあ先生双子の女の子やうんうんうん西川さんも いやすごないすごない双子に言ってたほんまこれみんな嘘デジャブほんまにほんまに双子デジャブの使い方もおかしいけどえ子供が二人おった双子って言うんちゃうでよ双子って同い年の子が二人やでみんな大うてるおうか <laughs> <laughs> そんな間違いですねんほんませやろないにおる双子多すげえ多いなうん 双子率すごいないやすごいすごいいやいや双子ってほんまに聞いて可愛いけどいや,いや桜純さんとかもでかいけどでかくても双子だぜいや双子さんすごない双子の会にしたら <laughs> いやほんまやでえファン双子の会誰が双子兄も双子でも何もないのに双子の会入れてくれる二卵性ってすごいなお母さんめっちゃ卵出したやん、うん、二卵性ってすごいやん。 3人,の誕生日3人あ日あれいいねで一家に3人同じ誕生日ってめっちゃいいらしいで一家になんで同じえとが3人とか同じ誕生日3人とかいいって言うで4人姉妹で真ん中の姉が双子4人姉妹で真ん中の姉がよおすげえな一番上と一番下は一人一人の真ん中双子へえ3つごおるかなミさん 初めましてこんばんはいや初めましてこんばんは双子さんですか <laughs> <laughs> 双子のお父さん素敵同じ誕生日え息子のお友達さんで兄弟です同じ年後だってさあれ年後でさ例えばこの子が生まれて10ヶ月以内にまあできて10ヶ月後に生まれてくるじゃないほんなら 例えば同じ学年に2人おったりとかしたら1人半額らしいよ学費あの双子と同じ扱いらしいいいよねあ三3世代絵と一緒それがめっちゃいいね家が栄えるっていうやつ久手さんもやってすごいねみんな後輩に男女の双子あ男女の双子もおるおるなんか男女の双子とあんま似てないよね顔双子話でめっちゃ盛り上がるやん 一番上と一番下が同じ誕生日。あ、いいらしいです、その誕生日。だってほら、誕生日プレゼントも一個でええもんな。あ、プレゼントは2個か。ケーキが1個え。で、いいもんな。え家族が感動して。売りすぎたのと連れて歩きたのに、うん。めぐとめ。<laughs> しげえって。<laughs> そうそう、学費の話、学費の話。中の中で双子やったけど、初期に一人になってもった。あ、そうなんや。 いや、でもすごいな。あの、一人でもできてきてくれたことが、その子がもう一人のことを背負ってくれとるからさ、大事にせなあかんな。二人分大事にせなあかん。もう私が抱きしめたろ、子供ちゃん。おめちゃん、子供連れておいで。ね、抱きしめたろ。<laughs> いらんわ言われるな。双子ちゃんめっちゃ多いよね。おばあちゃん、お嫁さん、おあ、そう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 。あ、だからその三代続いてがめっちゃいいね。頭が終わったら二つとかある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 。 君2つとかめっちゃいいよね私卵がめちゃくちゃ好きで卵話になったらむっちゃしゃべるで <laughs> <laughs>、ね、ちょっと待ってちょっと待ってもうみんなの,その双子話がすごい3姉妹で下が双子7月1日6月1日あ日付が結構かぶる家も多いよねあの誕生日のそれもいいねんでうんえっ、ー、とお姉ちゃんと双子じゃないけど1日違い11日と12日へえすごいな。 3世代猿年みんなキーキー言うとんなう <laughs> ちんとこもやええー、そっかいとこで同じ誕生日へーパーティー一緒にみんなあれやなひっくるめられるな双子じゃないと思ってたら実は双子だと思った時はびっくりしましたあアニマの友達のところはあのほら袋が2つあるから双子やって分かって で旦那さんが自分ののお父さんんに電話してんのよであの子供ができたって言って初の子供やから初の孫やしって言ってあ初の孫じゃないか初の子供やからって言って電話してほんなら「あのー、袋二つあったんや」って言うとお父さんが「でかした」って言ったらしい。でよーく考えて「お父さんその袋二つじゃなくて赤ちゃん二人やねん」って言うて「えー!」ってなったらしいけど男の子やって思ったらしいよ袋二つで。<laughs> <laughs> そうそうそう。 あ、そうか、出産費用はどう出産費用って双子って1回やからあれじゃないのえ1人が半額になるの出産費用知らんな旦那さんのお父さん双子どっちがお父さんかわからんくなるやんすごいなよめいめ,めさんとこもへえいやほんまやなめっちゃどこでもおじさんでよかった <laughs> いやいやもうあきらっちょさん抱きしめたるいつも宣伝ありがとう三姉妹とか言うよね姉妹欲しかったなうちの頃に同じ頃 クラスの友達がみんな同じ。酉年ない、はやっぱりおるんやね。二歳差の一日違い、結構おるね、みんななんかいろんな人おるね。あ、卵美味しいよね。卵美味しいね卵めちゃくちゃ好きやね。えー、いやいやー、弁当に入れたらほんまやー。え、かかったって何。うん。 うんま、そうかみんなでも双子率多いねまさかのあっ桜井純さんの時に1.5あれかな出産費用同じ誕生日6日中3人が9月生まれへえ皆さん同級生のお父さんとお母さんが双子同士のすごっ 2歳差の4歳あ姉妹が羨ましい女兄弟欲しかったゆで卵何個でもいいけどあの半熟煮卵とかめっちゃ好きあ入院長くってか大変やよねそれもね書いたのみんな同じ取り年ってやつ同級生だからえとは当たり前あそういうことないよそれ<笑><笑> ほんま取年周りにもおんのよ取年の子とかがおるけどなんかもういつもバタバタしてるわ同級生にあ同級生に同じ誕生日の、まあ、真っ赤な他人ねえアニマの誕生日の有名人とかなんか自分と同じ誕生日の有名人で調べれるじゃないみんなお亡くなりになってんのよね早い時からお亡くなりになってる人の誕生日アニマ大丈夫かなと思いながら。 えそうなんや孫たちにパパパパちゃんと見分けつくんやすごいなあ,あ卵高いうち今卵えっと1,000円以上お買い物したら1パック88円とかで買えるよえセールやけどねだいたい1週間に1回必ず98円か88円の日があるこんなお得情報地域違う方いらんよね <laughs> チャップリンと同じな あれもねあれよ尾崎豊さん、うんえー、勝慎太郎さんアグネスちゃんえアグネスちゃんやったっけもうなくなっとんのアグネスちゃんちゃうっけやったっけ美人白目って言うしねそらそうよミソラヒバルさんポール・マッカートにむっちゃむっちゃあれやんかむっちゃビッグネーム出てくるやん あ私88歳うんうんでもそろそろ120になるよあの1年の年とるんが人とはちょっと違うから卵あ同じセールあんのえーうん、98円でちょっとでも物価上がってきたよねほんまにえ一回りええー、すごーあの虎が3世代続くがすごい言うてあのほれ藤原紀香さんとかがね「5の虎であれ3世代続くとええ」とか言うて頑張っとったね子供ちゃんね 卵の日あるよねあるよねいあいるんやお金いるんや1パック60円上がったん1パック60円はちょっとあれやなタモリさんと同じ誕生日 <laughs> 自慢してあるかなあかんわ <laughs> へえそうなんめっちゃ面白いななんかみんなの話ここで聞けんのめっちゃ面白いんだけど後ろでクソ旦那が急にアイスクリーム食べだしてんけどそんなことあるエアコンつけとおうから部屋の入り口閉めてくれんかのう えアイス色ちゃうわいアイス色るわいうん。あ、ラ年ねトもほら「ゴー虎って言ってこうほらあのその毎年じゃないんやけどゴー虎トの年とかが重なるとめちゃくちゃいいって言ってでしゃりすぎてないこれ何時からやってんの私9時からえ2時間半以上喋っとんだけど大丈夫これ <laughs> みんなもうそろそろしんどくなってきたんちゃうポッキーの日あ知ってる11月11日やな 金貯まれあいいいいとと思思ううよ世代あの結構こうなんていうの執着心ヘビって執着心があるって言うけどお金もしっかり貯めるしいいよねアイスねアイスねほんまねアイス後ろから食べるとか言うてアトラドシアハウサギで <laughs> にらまれんの 大丈夫よウサギの後ろ足の力は強いんやからくッけたたえないよあいついるってマニアさんがく9時からなそこに今気づいたもう飲んどったわからへんね何時か <laughs> 桜井淳さん私も取り出し年バレるえ寅虎年って虎年ってでも12年に1回やからあのいつのまだ12歳かもしれへんやん24歳かもしれへんしな年そんなバレへんバレへん大丈夫大丈アニメなんかもう88歳で明日になったら120歳になるもんな ちょっと長いな佐藤さんのちょっと一回読むからちょっと待ってよ画面揺れるでうちの娘たちは5歳離れてますが出産日が同じで2人とも早産だったんだけど1日違いへえ同じ日に出産したくてスクワット頑張ったけど <laughs> 看護師さんが「自分のお誕生日欲しかったんだね」って言われて「自分のお誕生日欲しかったんだね」ってって反省しましたスクワットやるってむっちゃすごい。 うまい今やった長文読めるで今やった長文読めるで卵は180円すんのいやそらせえは倍になっとるわ私ら卵はもう週末にめっちゃ買ってめっちゃ使うよ何やったもう私が産もうかと思ってる卵ヘビ私周年収う深いうですね収年深いって言うけどしっかりお金も貯めてあのいいように収年深くなったらめっちゃいいと思うよそんなバカなマンってバナナマンみたいになってるけど <laughs> おい、アイスの棒なんで投げたんや、今。アイスのもうすべて落とすね。すべて落とすんで、こっちに落とすか。へ、えーでは、みなさん、おいいと思います。まだやってたんよ、まっ、あ、ちゃん、こんばんは。あ、そっか、みんな、え、えっと、暴露大会になってる、これ。<laughs> お帰り、お帰り、母さん、お帰り。そう、え、通常価格って百八十円すんの。百六十八円が一万円安いん。 この辺やと八十八円やなあ。十個入ってんでよ。十個入って八十八円。お茶こんばんは。あ、リラさんおやすみなさいな。リラさんおやすみなさいな。朝お帰り。お父さんでも新しいビールだけ持ってきといてよ。うん。三百二十四円で買ったん。スーパー卵とか買ってない。買ってない。むっちゃえ卵とか買ってない。あ、こんばんは。どうも。 牛年あのこのえとの読む漢字難しいな。牛年な。牛年でおとんかな <laughs> あ。ありがとうございます。ミンコロリンさん。あいやありがとうございました。おいとま早いよ。旦那さんおいとま早いよ。旦那様ね。もうビールだけ一旦持ってこさしとかんとあ。あとでまた自分で取りに行くかなんかになるからね。218円が通常なん高いな。今物価上がったよね。ほんまにね。 牛さんかあそうやねうんうんうんいいぬいいのち,あのちょっとつもえちょっとつも押しはシしかそれで特売日以外で私のお姉さんと義理のお姉さんが合うの虎そう合うの虎がすごいんよそやから合うの虎が3台おるといいあややっぱりねここ安いと思う。皆さんこんばんこばは 出血ありのし宮項その日も開いてたんですよ出血もしてたからスクワット頑張ったけどダメやったんああ兄もはほんまにねあの産む時に子供が生まれるって知らずに生まれたからねあの結構のんびりしてたな卵安くても178円あそうよね卵より他のもんが結構上がってる。 マヨネーズとかも高なっとるし1,000円出して安くなる店あるけどその1,000円持ち合わせてないから元気がついじゃんか <laughs> そっかそっかあト虎と蛇ああいう掛け合わせってどうなんかなあのどれとどれが合うとかあるんかなえとってえともあるよねあるあるあるそういえば「チ、ハチに生まれた末広がりわーすごーいアニも「8」っていう数字好きやねんな末広がり。 いやほんま無事生まれてよくてよかったねえ何それ紹介されてるこれ何寿菊これクジャクか卵受けえ受賞受賞ら受けえ受講何やろか西川さん難しい言葉したな油めっちゃ上がっとるよね458もう主婦の話これ夜中にするべき大丈夫 <laughs> この豚と。 まあ大丈夫ジュジャジュジャクランって言うんやへえねハチよね,ハチよね結構書きやすいしサラダ油高いいやほんまに高いよ今めっちゃ値段上がっと飲むでうんやべ口からこぼれた いいやいやでもアニモがさ子供産む時にさあのー、8とか3とかねあ丸い丸いが好きなんやなあれ子供産む時にさあのー、生まれるとは思ってないわけさ自分でみんなのところの値段情報むっちゃくるやんサラダ油298円まだ安い方か卵118円 SS サイズで あトねこないだそんな話したセイコーマートそうよねーええー、里里さんよかったねじゃあ子供ができてあ姉さん女房犬で蛇でもっちゃ蛇が犬になんだ姉さん女房やんかむっちゃいいやん姉さん女房めっちゃいいそうだあのほんで子供をさ 産む時にさあれ生まれるって思ってなくてあのー、なんか1週間後ちょっと待ってみんなの値段聞こう玉ねぎじゃがいも1個,1個98円1袋98円やろ ?1 個なんええー、高っいやいやよかったよねさとさとさん。ええー。 いやそそう,そうほんで産む時に野菜も高くなったよねあったなあった39年前に出産してました前の日に台所の床掃除して撥水で早く生まれた息子13日の金曜日仏滅でした <laughs> めっちゃ面白いあセイコーマートねセイコーマートさんこの辺はもうなくなっちゃったけど北海道まだね結構発祥の地やからあるっていう話こないだしたんよ 玉玉ねぎ高い一が円だったいや玉ねぎはね淡路に行ったら安いからわざわざ淡路まで買いに行ったりしましたよ。玉ねぎ一袋198円高いな。一袋500円って地域やったんえ。じゃがいも。じゃがいもこの間2キロ百1 9 8円だったかな。結構安かったよ。 で言えばうちのお母さんは21歳で産んで21歳で産んで二十ちょっとちょっと待ってちょっと待って算数できてまうな算数できてまうでーそうかうち親が年ってからの子やったから私は絶対に早く産むと思ってむっちゃ急いで子供を産みましたけどね水曜日特売日へえあセコマート結構なんかちょっと縮小して北海道のあたりだけになったんかなセコマート。 病院の玄関先で生まれたんじゃあ出産費用いらんかったから安上がりになったねミリ,ミリーさんへえあのあれよ出産の分娩代で産まへんかったら安上がりになるのよもう分娩費用いらんもんね安上がりや親孝行や生まれた時からへえ旦那さんねえっとあそこでふんどり返ってあの半裸でふんどり返ってあのなんか携帯見てニヤニヤしてる玉ねぎちょっと安くなったよね うんうん、43歳でおばあちゃんってすごくないアニモの友達とかも36歳かなでおばあちゃんになってあのめちゃくちゃかわいい今その孫とかと遊ぶんかわいいめっちゃかわいいんその後検査へえ21歳の時に言うんだよねへえアニモもうちょっとあれやったかな早かったかな なんかもう早くに子供が欲しくってそれでそのなんか予定日ってあるじゃない出産予定日で出産予定日よりえっとなんていうの産むえっと1週間前生まれる1週間前やってで「真弓さん私のアイスは」って言っとって「旦那さん」って、うん、そうで生まれる予定日の1週間前で でなんかあのお腹が痛いしと思ってトイレ行ってでトイレ行ったけどあのお腹痛いのを繰り返しよもうちょっとお腹下ってんのよもうでもあ便秘やったからなそやけど1週間後やからまだ1週間先やのにと思いながらそのなんかトイレ行って戻ってトイレ行って戻ってがだん,だん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 感覚がこうちょっと変わってくるのよ時間の感覚がほんでまあトイレ行って見とっても3分おきなんよずっとトイレ行きうのは。 でもまあこれ陣痛かっていや陣痛じゃないよなと思って陣痛やったら10分おきに来てくださいって言われとったからまあ3分おきにお腹が痛いってことはこれが10分になるまで待つんや我慢するんやお母さんってみたいな感じやってでおったんやけども最終もうトイレが真っ赤っかになるぐらい出血してほないやこれはあかん病院行こうと思ってとりあえず病院に行ったのよ。で病院に着きました行きました。 ほなあのもう私はお腹がこうなんていうの痛いからトイレに行かせてくれって言っても看護師さんは行かせてくれへんしほんでそんないしょったら「もう前回です先生来ます」って言ったらあの病院で20分で生まれてもたっていうね全然陣痛いつから来ましたかって言われても「え陣痛まだ来てませんけど」言ってそうなのよそやかもうあのその出産の時間書きますって言うけど20分やもんね分からへんもんねもうあんなもん。 みん,なみんなのちょっとあれもあとでよもうめっちゃ面白そうあゴーの虎」の人いいよねなんかいいんだってねえグデさん何歳やったんもう見えへんままゴ,ゴーゴーゴー言ってまた私がずっとずっと18歳で読んだよでもみん,なみんなそうよ十18歳とか周りめちゃくちゃうちも早いうん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  いいな30代でな痛みに強い痛みに強いとも多分全然強いしあのふ復活する復活するのも結構早いだから痛みから復活するのも早いええー、いやそうそうそうもう兄はもう向こうの病院に行ってから「ゲリやねんゲリやねん」って看護婦さんを捕まるたんびに「ゲリやねんゲリやねん」って出えへん言われて「いやゲリやねん」言うて「 あの終始下痢しか言ってなかったもんねうんほんまあれで言うよう子供が生まれてきたわ思って破水から24時間破水から多分2分後ぐらいに生まれたと思うようちめちゃくちゃ早かったあそう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 早かったです1か月前から入院して子供を大きくしてから出産わあ大変やったね 破水して病院行ったんだけど破水した時にお水のり出できたいやあ兄はね水風船割れたと思ったよばあちゃんって割れたなと思って聖子ちゃんと同い年ええー、52歳でおばあちゃん私もいつおばあちゃんになれるかなそうよねなんかうんうん早く産んで早くその 終わった後の方があの早くに遊べるし若い間に遊んだ分年いってから子供可愛がれるしみたいな。へえ。顔出うわねって言われてそんなに <laughs> 勝手に通れてびっくりされたらもうびっくりするわ。あ子供一人です一人ですよ。うんこ出ちゃうって叫んでました。やっぱみんなうんこうんこなんや結局。 うん、こんな思いしてもえたと子供が幸せなのなんかほんまやねいやほんまほんまそやけどもう,うちなんかもう二十歳超えてもまだ反抗期やもんねおバカさんが2人とも陣痛始まって2時間半ぐらいで生まれてきましたへえ2時間半っていったら大体平均早い方かな1人目は大体みんなもうちょっと苦しむっていうよね48だか四47かなあお孫ちゃんができたのがのかな なんかラジオ番組みたいになってない大丈夫これ <laughs> あそうですよねうん,うん酒飲みながらひたすらみんなの話聞いとくけど大丈夫これなんかした方がいい <laughs> なんかした方がいい <laughs> 旦那と息子に年が同じだけやろって言われる実の子とか虐待そうやねなんかさ ほんまにあんな赤ちゃんポストやなんや子供捨てるやなんやって言うんやったらもうちょっといや他欲しい人おんでって思うよねそんな犯罪を犯したりとか子供虐待したりするならどっかもそれかもどっか安全なとこに子供渡し立ってとうも,もうそんなことするぐらいなら陣痛から2時間半で早いんやへえうううぶつかんねんぶつかんねん 陣痛なくて破水したから出てくる時の、うん、痛くて台から落ちないへえー、めっちゃ痛い双子って痛いんやねえでも双子ってあれじゃないのあの帝王世界じゃないの自然分娩やほんまねーえへ、ー、え いやほんまねうちなんかほんまほんまうちあの我が子としても育てるよどっかあのもう困っとったら <laughs> いやお悩み相談ラジオねいや割とさお悩みもらうんよあの DM とかであのめっちゃプライベートなやつとかをそれにあのむっちゃ一日頭悩まして返答するみたいな感じやけど「あおやすみなさいありがとうございますボスさんありがとうございます」さん。あ 自然に埋めるんや双子ちゃんすごいね、ちょっと1リットル超えるしゅ出血ってどんなん大変えすごない双子自然分娩ってすごいな泣き太陽の曖昧 <laughs> ありがとうございますあてよう世界ねやっぱりなんか結構手用世界って聞くけど自然分娩の人もおるんやねびっくり あまあそうねそうねいたたまれんね助けを求められへん人もおるねそうねほんまにいやなんかなんやろうんそうなんよ全部返すんやけどヒマジンじゃないねんでもう一日だからコメント返す日で、えっと、編む日あの編集する日みたいなやからだから私はむちゃくちゃあのアップするのが遅いけどあのできたらみんな大事にしていきたいなと思ってる。 えすすごいすごいい双双子ね双子ねなんかほんまに何て言うかなあの普通の多いない何て言うのかな子供のおもちゃを旦那が捨てちゃいましたみたいななんかそれで喧嘩ですみたいなとかも来るから「でもそうなったら旦那さんの財布を捨てたってください」とね子供のおもちゃの価値が子供もの大事なもんが分からへんのやったら旦那さんの価値の高い財布捨てたってくださいって言うて。 こ,こで拾って1割ください言うてそれでまた子供におもちゃこう立ってとかねなんかいやーありがとうございますそうでもなんかあのー、なんかあの割と相談事多いなもうリアルのリア友もそうやけど割とこう相談率が高くってそれにばっかり答えてる <laughs> そうでも最初はもう笑ってこうぜみたいなもうなんか笑われへんとやっぱしんどいからそううーん。 あらすみちゃびさんだけど旦那さんおってこせもんね大事にしたらんとうんそう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 だからあのコメント返すのも最近はあのー、全部返すようにはしてるけどあのー、なんていうの見に行けてないものもあると思うねんなそういやでもなんかもうほんまにあのアニモはあれよ結構ツイッターとかインスタとかでフォローしてくれとってもこのなんていうの 全く何にも情報が見えない人のやつってあのフォローバックみたいなやつとかしてないのよフォローしてくれてもいやいやもうこちらこそでもえちょっと待ってこれ感動の話やんレーズンチーズさんえすごくない1年後の同じ日に息子が生まれてそうやわ毎日感謝していや素晴らしい でも生まれたかったよね。どうしてもレーズンチーズさんのとこから生まれたかったんやわ。いやー、大事にしよう。へ、え、ぇ、ー。ええ第1子が双子の男の子で、その後もう2人呼んで4人の子供がいるお母さんです。めちゃくちゃすごい。いや、レーズンチーズさん、ほんまに感謝しよう。ね。それはもう奇跡でしかないよね。なんか絶対こう、こ、うここのお母さんのところに。 来たいんよっていうすごい多分子どもの執念よね。あのどうしてもここで生まれたいって言ってだからもうそれこそ大事にされとるやろし子どもちゃんも。いやほんまやね。3番目と4番目のうんそうやねせえね。うんうんうんあそれはいいのよ。ミルキーさんあのお家から足音がしてその子がおるとしたらそれでいいのよ。あの別に供養する必要もないしおったらええのよ。 誰もが怖いと思わない限りはあの折らしてあげたらいいやんかね。うん、そうそう。同じ子やね。うん。あ、養子もらったんや。アニモもね。ほんまに子供誰かがしてないと養子に。と思ってる。今でもなんかもらえるのならと思うけど。あれ審査とかあるやんね。なんかいや。まあ審査とかもやれるんならあれやけど。ただそこまで。 今こういう生活しとってこう100%できるかっていうのとかでちょっと葛藤はあるけどいやほんまに困るんやったらなんかもう養子でももらおうかと思うもんねああそやね生まれるまで気が休まらんねそう子供は親を選んでくれるって言うけども反抗期の子なんかひどいこと言うよあんたが勝手に産んだとかねお前が勝手に産まれた言うたるけどねほんまねええ えー、いやいやほんまに子供ちゃんが選んでと思うわあーそっか母さんもそうやねもうでもまた戻ってきてくれるわうんちゃんとして供養して忘れずに大切にしとったら絶対その子がまた戻ってきてくれるわその時また生まれてきたらしてあげたいことねしてあげたかったこととかいっぱいしてあげたらいいと思う ね、ああそうかみりさんそっかこれから出会いがあるね巡り合いとかね大切まあやねいやほんま親、ねま、に感謝できるのってほんまに年いてから兄ももうほんまにもう,もうここ最近よ親親様様言うてるの今後 <laughs> 最近やこんだけ言ってでいやいやもうほんまあのいやいやそんなことないのよ あの八木さんキュービーねえのよもうえどこで返信止めてええかわからんしてるからアもが悪いのよそっかあお前まねもうすぐ12時じゃねもうほなそ,そろそろ終わりにしようかなそうやねそうやねいやほんまにありがたみってそうなんよ亡くな,なってからやったら遅いから早めにねうんお母さんとこほんまに絶対帰ってくるからねみんなで祈ってる。 そっかいやみんなそういう何かあるのよでもさあ絶対にこうあの何か代わりのものは必ずあるからうんだからちゃんとこう何て言うの一日大事にして生きていこうねそろそろみんなねお休みになってきたあ反抗期に片付くなアキラッチョさんとこ <laughs> 突然クソババは言わんといてってえクソババは言わんといて,て。 クソ言バは分けてから合体させるどんなんや <laughs> お姑さん93歳へえ長生きありがとうございますいやほんまにねいやいやもう皆さんがほんで皆さんが皆さんでこうなんていうの仲良くなってくれて嬉しいなほんまねいやいやほんまもうこんなん酒飲んでこんなん言うてみんなにわわ言うてねそうだけやけどできたら笑って過ごしていこうね もうほんまこんなおかしなもんも時々作ったりとかさあのするけどできたら笑ってやっていこうね笑わ,われん時もあると思うけど笑わ,われん時でもあの無理にでも笑いに来て笑かすわなんかなんか考えるわ笑かすわ <laughs> ほん、ま、いやほんまにみんな大変なことも多いと思うし、うん、今後もいろいろあったりとかすると思う,もう絶対それが人生やもんねもしゃあないもんね あの人それぞれ抱えるものも違うしあの降りかかってくることも違うし、うん、だけど頑張ってね何せここに来たら笑って帰ってください皆さんありがとうございますいつもさてじゃあそろそろね笑おうねじゃあそろそろもう12時シンデレラタイムや片っぽ靴落として拾ってきた王子様待つわ今からね片っぽ靴 <laughs>、うん、落として寝るわ ね、あれあの王子様が追いかけてきてからそれ私の靴を言うてね周りの,にあのお姫さんググ押しのけて靴取りに行くわねうんありがとうございます皆さんありがとうございますほんまよく笑おうねいやいや来てください来てくださいありがとうございます皆さんほんまに皆さん同士でも仲良くしてくださいねありがとうございますよしありがとうありがとうございますいや美穂さんありがとう まだ今から終わって飲めちゃうわありがとうすいませんナイスビールナイスビール <laughs> ありがとうガラスの靴なもう今ちょっと明日の朝だむくみすぎてガラスの靴パンパンなってるわほんまね旦那さんは待ってないもうあんなもんもう白が向いてないでもとは横向いて <laughs> ほんまやでもうアイスの棒拾うわ ナイスビールありがとうございました今日もありがとうございました皆さんすいませんありがとうございました、うん、ほんならね、うん、シンドレラーはね新ドレラーは今からちょっとあのガラスの靴を掘り投げて寝たいと思いますじゃあ皆さんありがとうございましたまたねまたじゃあゆっくりみんなで笑いましょうそれじゃあ今日もありがとうございましたカウントダウン始めます10めっちゃもありがとう みほさんもありがとう。8担当者さんおやすみ。もこもこさんもさくらままさんもありがとう。なあなマニアさんもいつもありがとう。母さんもありがとうございました。6ミルキーさんもありがとうございます。5 おと、さとさん、今日もありがとうございます。たくさん、もこもこさんもありがとうございます。チューリップさんもありがとうございます。アキラハッチさんもありがとうございます。5、大みきさんもいつもありがとうございます。中道さんもありがとうございました。127メイャーさんもありがとうございます。4、みほさん、ありがとう。レンズのチーズさん、ありがとう。3、たとしゃさん、またね。 三大福さんもいつもありがとうございます。二位、菜の花さんありがとうございます。一おやすみなさい。あ、不思議の国のありささんじゃない。あ <laughs> の国のありささんありがとうございました。桜ママさんもありがとうございます。ムーミーママさんもありがとうございました。それでは、切ります。西川さんもありがとね。それじゃあ、またね。ありがとうございました。マニアさん、おやすみなさい。